一人でずっとそこに立っているのも退屈だろう。ほら、俺の肩に乗るといい。うん、いい子でいたらいろんなとこに連れてってやるぞ。そうなのか。道理で花から俺のことを相手にしてくれなかったわけだ。はあ、まあいい。俺たち人間の心で動物の考えを推し量ることなんてできっこないからな。にしてもしばらくお前の姿を見てなかったが、今日はどういう風の吹き回しだ。ほう、つまりそれはお前が俺に会いたがっていたと解釈していいのか。この小鳥とは縁がないようだし、これ以上は邪魔しないでよと。さあ、散歩でもしながら少し話そうぜ。俺がここに派遣された理由は、ジンが対外貿易の安全問題で悩んでいたところ、ちょうど団長の執務室に入っちまったからだろう。まあ仕方ない。何分俺は責任感の塊だからな。だから今回の遠征任務もまた任されたってわけだ。ただ何事もできるだけいい方向に考えるべきだろう。今回の任務はもうほぼ終わっているんだが、実は出張経費がかなり残っていてな。そうだな。グンダファルよ、なぜ前線で世の息子を補佐せず、戦いの最中王宮へと逃げ帰ってきたのじゃ。我が王よ、一つ重要なご報告があり、直接あなた様のお耳に入れねばならないことがあるのです。ほう、どうやら野外公演をやっているようだな。興味深い。ああ、この前スメールのキャラバンに同行してた時、砂漠出身のボディーガードたちが金を弾きながら歌っているのを聞いてな。偶然にもこの劇の役者たちも砂漠の人間のようだ。見覚えのある顔もいるみたいだな。さあ、近くに行って見てみようぜ。我が王よ、神はあなた様に王位と王冠を与えました。そしてあなた様の王子クバッドは勇士を率いて凶暴たるファラシアを完膚なきまでに倒したのです。ファラシアに戦う勇気はもうありません。彼が送ってきた宝と人質、そして
この和平交渉の手紙もすでにご覧になられたはず。我が王よ、この一戦はついに我が一族の雪辱を晴らしました。あなた様の領土開拓の願いもやがて実現するでしょう。ファラシアは賠償として土地を差し出すつもりだそうです。ゆえに王子と私は和平交渉が国のためになると判断し、鎧を脱いで戦場から宮廷へと戻った次第。我が王よ、あなた様の意向をお聞かせください。ほう、王子クバットの物語だな。聞いたことあるか？大方の物語は俺が覚えてる。王が返答に迷っている間に俺が背景を補足してやろう。最も重要な人物は頭のいい王子クバットと好戦的な王カーブースの2人で、あのグンダファルは王子の師だ。王子がまだ幼かった頃、王は他者にそそのかされ、王子がママ母をいじめているのではないかと疑った。それによって王は王子に潔白を証明しろと命じるんだ。炎の中を歩いてみろとな。奇跡的に王子は炎に焼かれることなく試練を通過することができた。だが疑いの種はその時植えられてしまった。そして疑い深い父を避けるために王子は自ら戦場へと出向く。彼が交戦したのがさっき言ってたファラシア将軍の率いる軍隊だ。今のシーンは王子が戦いに勝利し和平条約を結ぶことに同意した後、手紙を書いて王に和平を受け入れさせようとしているところだな。お、王の答えが出たようだ。続きを見るとしよう。ファラシアが敗れたのはその上に神がいたからじゃ。神が我々を守り敵を罰した。ひとたび戦争が始まれば彼らの血が大地を濡らし、彼らの勇士が皆枯れ果てるまで終わらない。もしクバッドがまだ王の息子であるならば、王であるこの世が与えた印象をまだ持っているならば、父の命令に従うのが道理であろう。都市を一つ滅ぼすのと国を一つ滅ぼすのとでは訳が違います。一気呵成に都市を滅ぼせば、敵は我が軍を恐れ土地を差し出し怒りを抑えるでしょう。しかし一国を滅ぼすとなると、その者たちの国に一人でも残っている限り、我々を復讐の対象とみなし、10倍、100倍の報復をするはずです。我が王よ、一国一族はまるで雑草のようなもの。視界に広がる緑を燃やし尽くしても、またどこかで新芽が芽吹きます。これをどう滅ぼせというのですか？くどい。汝はもう老いた。和平に目がくれたのなら前線から引くがよい。世の息子クバッドについては手紙で呼び戻し、法に従って処罰しよう。なんてことを言うのです。どうして自分の子供を信じず憎しみに溺れるのですか？彼が他人に濡れ衣を着せられた時、あなた様は彼の品性を疑い、彼に炎の中を歩かせた。しかし彼は無傷で潔白を証明したではありませんか。私はあなた様のために尽力しているのに、結局は邪険にされてしまう。そんなことがあっていいのですか。それは世が王で汝がそうではないからじゃ。もう家に帰れ。妻と平穏に暮らすがよい。それ以上は話すな。これが私の仕える王なのか。その英知は執念によって蝕まれてしまった。
和平条約が国にとって最善の決断であるにもかかわらず、断固として受け入れようとしない。方法を考えなくては。あの若造から兵権を取り戻し、戦争を続けねば。そうじゃ、軍隊を送り、ファラシアと人質を抹殺しよう。いい演技だったぜ、ダビル。はっはっは。さっきガイアさんの姿が見えた時は、演技が下手で笑われないかとヒヤヒヤしたよ。そんなことはないさ。そうだ、紹介しよう。こいつは国王カーブースを演じてたダビルだ。俺たちが知り合った頃、ダビルはまだキャラバンでボディーガードをやっててな。だが今はもう役者に転身したようだ。どうも。ガイアさんの友人なら俺の友人でもあるな。実は傭兵はあまり稼げなかったんだ。血にまみれた日々を送るより安定した仕事の方がいい。物語を語るのが得意だったんで、それを生かして仲間たちといろんな場所で公演をしてるのさ。この小さな舞台も借りてきた木板と布で組み立てた。だいぶ安上がりなんだぜ。ただ演技は得意なんだが、セリフを書くのはどうにも苦手でな。なかなかこれといったものが書けなかった。そこで教練員の学生に俺の知ってる物語を改編させたんだ。どうだ、結構良かっただろ。ああ、セリフが洗練されてて悪くなかったぜ。そいつは良かった。見ての通り、俺たちは観客が少ない。率直に聞くが、さっきの続きをまだ見たいと思うか。ああ、俺に急ぎの用はないし、旅人もそのはずだ。お前たちの芝居を見させてもらおう。チケットは2人分でいくらだ。なーに、ジャファータバーンで何か注文してくれたらいい。それが俺たちの分け前に入るからな。それに今回の劇にはもうスポンサーがついてるんだ。ただ観客があんまりいないせいで、スポンサーになってくれた商人が少し不機嫌ではあるが、これが終わったらもう支援してくれないだろう。ま、仕方ない。ダビル、アスガルがまだ来てない。先にあいつの衣装と剣を用意しよう。間に合わなくなる。ああ、分かった。それじゃあ俺は次の劇を用意してくる。また後でな。飲みたいものがあればバーテンダーに言って。全て揃ってる。今に始まったことじゃないだろう。あの野郎、まだ来ないのか。次の劇が始まるってのに。あの光量、まだ届かないのか。ご注文は何にいたしますか。本日のおすすめはタンドリーチキンになります。少し待っていてくれ。メニューを見てから決めよう。前にオルモス校で仕事の話があったんだが、俺を騙そうとした嘘つきがいてな。その時にダビルが手を貸してくれたんだ。あいつはいいやつだぜ。物語を語るのもうまいし、面白いやつさ。面白いやつが面白いことをやっているのを見る。さらにもう一人愉快な友人がそれに付き添ってくれる。そうすればおのずと楽しみは絶えない。これこそいい気分を保つ秘訣だ。お前も真似してみるといい。オーダーを頼めるか。タンドリーチキンとデザートも少し注文しよう。ローズシュリカンド、パティサラプリン、
ハニートゥルンバそれぞれ一つずつだ。ゆっくり食べよう。かしこまりました。少々お待ちください。この辺りにしよう。近くに人も少ないし、舞台に近い。食事を楽しみながら見るとしよう。俺の記憶が正しければ、この後のストーリーは王子サイドの話になる。内容はもちろん言わないでおこう。しっかり楽しんでくれよ。ああ、この物語はある残酷でリアルな結論を語っていてな。とても印象に残ってる。人は自分の出自を選べない。だが出自は逆に人の選択を制限する。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。伝票はこちらに置かせていただきますので、お会計の際はお呼びください。先に払おう。これで頼む。はい。少々多いようですが。お前のサービスに対するチップだと思ってくれ。香ばしい料理だ。ついでにコックにもよろしく頼むぜ。ありがとうございます。さあいただくとしよう、旅人。ガイアさん、それにご友人、すまないな。王子役のやつが来れそうにないんだ。あいつがいないと劇を始められない。悪いが今日はここまでのようだ。面白い。できないこともないぜ。ただ万が一しくじった場合、お前らに何か損失はないか？そんなのあるわけないさ。もともとあまり誰も見てないんだからな。だが逆にガイアさんの時間を取ってしまわないだろうか。なに、こうしたハプニングも時には楽しみをもたらしてくれるもんだ。そうだな。確かにガイアさんなら物語をもう知ってるはずだし、セリフを覚えるだけで済む。なんとかいけるかもしれない。いや待った、クバット役は衣装に着替える必要があるが、ガイアさんの体型とはあまりにサイズが合わないな。普段着てる服と舞台の衣装では全然違うんだ。この問題をどうにかしないことには。劇の衣装ならちょうど一着持ってるぜ。この舞台で着ても違和感ないはずだ。本当か？先に見せてもらっても？ああ、それじゃあ着替える場所を借りるぜ。おお、奥にある。ついてきてくれ。こうしてみるとなかなかに悪くない。普段着る機会がないのが惜しいくらいだ。おっと、嫌われちまったか。なら後で立派な芝居を見せてお前を驚かせてやらないとな。ガイアさん、これが台本だ。長くはないんだが時間が迫ってきてる。覚えられそうか？どれどれ。セリフと立ち位置はだいたいこんな感じだ。練習時間がこんなに短いんじゃセリフを忘れたとしても仕方ない。その時は
俺たちがフォローしよう。よし、準備完了だな。おう、じゃあ始めるか。何かご入り用の際はお呼びください。カーブースの息子、若き将軍よ。もう勝敗は明らかであろう。どうか残りの兵士は見逃してくれ。彼らに抗う力はもうない。ファラシア、お前は敗軍の将であるが、俺はお前の尊厳を守ると約束しよう。今やお前の最も好戦的な部下でさえ戦意を失った。和平交渉に反対する者は誰一人としていない。だが念のため、もう一度問おう。ファラシア、和平と引き換えにこの契約を飲むか？今となって、もはや駆け引きする力などない。俺の答えは、ああ、契約に同意しよう。争いを終わらせ、まだ生きている兵士を家に返したい。永遠に剣を置き、憎しみの連鎖から解放される。俺もそれを望んでいる。神のもと、今ここに国王カーブースがこの俺クバットに与えた印象に誓わん。お前の人質も配下の残党も全て見逃し、この地に平和を、戦場を農地に変えよう。すでにグンダファルに頼み、父上に手紙を送った。国王が先々の利益を見通し、俺の提案に同意することを願おう。ああ、お前は両国で有名な王子だ。その言葉を信じよう。戦場には儀式官もいないし、協約を結ぶ紙もない。そうだな、武器を掲げて誓おうではないか。国王の息子クバットが、お前とその同族を守ろう。ひとたび誓いを破れば、俺の血が海を赤く染める。わあ、お客様のご友人、とってもかっこいいですね。本当に王子様みたいです。ロシャナ姉さん、見て見て、あのかっこよくて太っ腹なお客さん、ダビルたちと一緒に芝居をやってるわ。ダビルのやつ、運が味方してくれたようだな。王子よ、まだ間に合えばいいのですが、すでにファラシアと和平交渉を結ばれたのでしょうか？まだそんな無謀なことはしていない。ただ彼の家族の安全を保証したまでだ。王子よ、率直に申し上げましょう。カーブースはすでに憎しみと執念にとらわれています。彼は血の縁鎖を結ぶことも厭わず、ファラシアたちを滅するつもりです。何？父上が和平に同意しないというのか？はい、私も進言をしたことで家に帰るよう叱責されました。王子が国へ帰れば、国王からの厳しい処罰が待ち受けているでしょう。クバット、私はお前の父が恐ろしいことをしでかすのではないかと心配なのだ。だから主として警告に来た。いや、休戦を保護にすることはできない。人は獣ではないのだ。すでに合意したことを覆してはならん。双方ともすでに疲労困憊。それなのに奴の欲望のために命を燃やし続けろというのか？俺が故郷を離れ、見知らぬ地で戦っているのは奴の願いのため、我が一族の使命のためだった。まさか、俺は。ガイアさん、次のセリフは、俺は異教で死ぬよう運命づけられているのかだ。そうあらねばならぬか。そんなセリフはない。ガイアさん、間違ってるって。
舞台下の者よ。聞くがお前は運命を信じるか。運命から苦しみを与えられた時、お前はどうする。ほう、そうあらねばならぬか。ああ、そうあらねばならぬ。この印象を放棄し、運命に抗おう。セリフが、王子、まさか父とあなた様の一切を裏切る気ですか。運命は争いの蹄が荒野を踏みしめ、この世が再び騒乱にまみれるのを見たいというのか。この剣が罪なき者の血に染まり、華やかな旗が俺の故郷から大地を覆うのを見たいというのか。そうはさせるものか。俺は断固として拒否する。いいぞ。どこの役者だ。ダビルが新しく見つけたのか。ち、邪魔するな。このクバッド、異教の地へと立ち、異教の地で一生を終わらそう。ふぅ、なんとか軌道を修正できたか。クバットよ、衝動に駆られてはならん。少なくとも金銭と護衛の用意を。グンダファル、我が師であり父のような存在であるお前と別れるのは心苦しい。だが自由のために俺はこうしなくてはならない。さらばだ我が家族よ。さらばだ我が故郷よ。ああ、さらばだクバットよ。いい芝居だった。プロの人か。あの方に挨拶しようか。もちろんだとも、お嬢さん。 ありがとうございます。今すぐペンを持ってきます。サインだけならお安い御用だ。芝居ってもんはなかなか面白いな。いつか騎士団の仕事を辞めたら役者になるのも悪くない。ダビル、この若い方を紹介してくれないか。あ、トゥースさん、すまない。来てたことに気がつかなかったなんて。舞台に観客が大勢集まってたから様子を見に来たのさ。素晴らしい芝居だったよ。今まで観客がいなかった方がおかしかったのだな。前々から君たちは輝けると思っていた。あのアドリブも実にいい。今後は毎回こういうのを入れよう。小道具は観客にあげるといい。別に貴重なものでもないしな。ありがとう。それから王子役をやってくれたガイアさんも感謝するぜ。もしガイアさんの助けがなかったら、これを最後に解散しようと思ってたんだ。この方はガイアというのか。とても素晴らしかったぞ。私のキャラバンには余るほどうまい食べ物と酒がある。いつでも客として歓迎しよう。そいつは光栄だ。だがもうスメールに来てだいぶ経つ。モンドの友人たちが俺のことを恋しく思っている頃だろう。そう急いではいかんよ。旅には興がつきものだ。その中にある楽しさを知れば病みつきになるだろう。何はともあれ、興味が湧いたらいつでもダビルを通じて私に連絡するといい。それとダビル、今日の劇が終わったらまたスポンサーの件について話そう。私は先に宿へ戻るよ。ありがとう、トゥースさん。また後で。
また助けられちまったな。ガイアさんは本当にいい人だ。神の祝福があらんこと。そうだ、ぜひもう何日か残ってくれ。まだちゃんと飯もおごれてないし。ダビル、アスガルが戻ってきたぞ。あいつ七星召喚に夢中になって時間を忘れてたらしい。早く来てくれ。はあ、また七星召喚か。今度こそきつく言ってやらんとな。ガイアさん、すぐ戻るから待っててくれ。ああ、そう急がなくていいぜ。もう見えなくなったな。さあ、早く行こう。あいつらが戻ってきたら余計ここから出られなくなる。いい芝居だった。プロの人か。ここらでいいだろう。ここまで来ればもう見つけられないはずだ。全員の期待に応えるつもりはない。それに欠席してた役者が来たんだ。もう俺の手助けも必要ないだろう。人付き合いは嫌いじゃないが、食事や飲み会より舞台の上ではちゃめちゃに演じる方が俺は好きなんだ。お前はどうだった？劇は面白かったか？ほう、多くを語らず逆に俺に質問を返すとは、まったくずるいやつだぜ。なら俺もひるむわけにはいかない。そうだな、例えば世界が舞台だとして、全ての人が役者だとしよう。そんな考えはどうだ？ダビルに脚本を提供してる生徒と同じように、熾烈な神が全員の運命を左右しているのかもしれない。そう、熾烈な神だ。父と子を対立させ、戦争を続けさせる、そんな苦痛を生み出してしまう神がな。もしそうなら、もっとひどい言葉で表現したって物足りないと思わないか？だから役者たちは目を覚ますべきなのさ。神に従う必要なんかなく、自分の思うままにアドリブをすればいい。親愛なる旅人よ。一つのことにとらわれるんじゃない。騙されるな。神はたとえに過ぎない。重要なのは役者たちの方さ。俺たちを含む全員、役者であり観客なんだ。もしこの脚本が嫌いなら、舞台を降り、観客になればいい。いつだって選択する権利はある。難しかったか？深く考える必要はない。俺はただ、思ったことを思うがままに話しているだけだからな。もっと気を楽にしろ。気の向くままにやりたいことをやればいい。さっきお前が答えたように、あたふたとしながら話す内容が一番リアルな心の声だ。俺はそんな答えが大好きだぜ。あの小道具の印象はまだ持ってるか？
あれはお前にやろう。今日のアドリブの記念としてな。とても有意義な一日だった。そう思わないか？初めて入港される船舶はこちらでご登録。対外貿易の問題をしっかりと整備するのはやはり難しいんだな。なぜ前線で世の息子を補佐せず、戦いの最中王宮へと逃げ帰ってきたのじゃ。我が王よ、一つ重要なご報告があり、直接あなた様のお耳に入れねばならないことがあるのです。ほう、どうやら野外公演をやっているようだな。興味深い。ああそうだった。残りの出張経費なんだが、俺はこう思っている。代理団長が出張経費を出してくれたからには、そのモラ一枚一枚をきちんと役立てるべきだってな。つまりだ、残りを何に使うかお前も一緒に考えてくれないか。レストランで美味しいものを食べるか、それとも船でスメールシティに観光しに行くか、なんなら面白い小物を買うっていうのもありだな。おっと、そう言うなって。まあ歩きながら話そう。現地で支払った費用は全て出張経費として計上される。つまり俺がこうしようとするのも合理的ってわけだ。本来スメールで俺は一人きりだった。そう楽しめはしなかっただろう。せっかくお前に会えたんだ、一緒に楽しまないとな。お前はずっと忙しそうだったし、そろそろ休んだ方がいいと思ったんだ。どんなに鋭い剣でも手入れをせずに使い続ければひびが入っちまうからな。人生は実に短い。だからこそ時間は大切にすべきだ。気を抜けるときに思いっきり楽しんでおいた方がいいと俺は思うんだが、お前はどう思う？ああ、その言葉を聞けて安心した。旅費については心配しないでくれ。友人と共に過ごすことほど愉快な気晴らしはない。この短い旅を長旅の余興として楽しもう。さて、どこに行くとするか。うん、だいぶ長いことスメールをうろついていたことだし、いっそのこと場所を変えるのもいいな。そうだ、リーユエに行くのはどうだ。スメールからリーユエを経由してモンドに戻る。これなら余計な回り道をせずに済むしな。二つ返事で快諾するとはさすがだな。俺が知っているリーユエの場所といえば総務士くらいだ。まあ騎士団は総務士と手紙でやり取りをしていて、その落款に住所が記されてるから知っているだけなんだが、荷物はそう多くない。すぐに片付けられるだろう。少し待っていてくれ。準備が終わったら一緒にリーユエに行こう。
リーユエコーには面白い場所がたくさんあると聞いた。お前は俺よりもここに詳しいんだろう。なら今回の旅のプランはお前に決めてもらうぜ。そいつはいい。機会があったら旅で会ったことをいろいろ教えてくれ。こうして他のことを置いて遠出したり見聞を広めたりするのは実にいい気晴らしになる。俺がオルモス港の街中でお前に偶然出会えたように、俺たちのこの旅にもまた数奇な出会いがあるかもしれない。さあ街を見て回ろうぜ。旅人、この店は知ってるか？見事なしつらえだ。ちょっと寄っていこうぜ。宝飾店の老舗、明星祭へようこそ。何かお探しで？ほう、アクセサリーか。この作り、リーユエならではって感じがして悪くない。旅の記念に一つ買うのもいいだろう。どうだ？俺に似合いそうなのはあるか？ここはお前のセンスを信じるとしよう。お二人は記念品を買うおつもり？もし悩んでいるのなら、こちらの玉をあしらった飾りはどうかしら。上品でありながらおおらかな印象もあって、男女問わず似合うわよ。もしデザインの希望があれば、こちらでオーダーメイドもできるわ。ただそれなりに時間をいただくことになるけど、いい玉は希少で注文ももう半月先まで埋まっているの。はあ、そいつは残念だ。俺たちはあくまで観光客、あまり待つことができなくってな。こういった美しい石には興味があるが、仕方ない、諦めるしかないようだ。そうなの。でも安心して、どうしても品が欲しいなら海水港の店主関翔のところに行ってみるといいわ。彼は玉の原石の加工もやってるから。まあそこに関してはお二人に気をつけてもらいたいところね。鑑定済みの石を買うことにリスクはないけど、価値のまだわからない石を当てるとなると、運が悪ければ手元のお金を全て失うことになるわ。これ以上言ったら同業を蹴落とす行為と誤解されてしまうわね。実際にお客さんの目で見て検討してみるといいわ。旅行でお金を使うのは悪いことではないけど、自分の財布の紐は自分で握っておかないとね。リーユエ総務市は住民の資産面の安全を気にかけていて、よく戦艦群も詐欺対策を呼びかけているわ。だからお二人も普段から気をつけるようにね。確かにこれはテイワット全体を通して同じことが言えるな。店主、忠告ありがとな。いらっしゃい。お二人は天然石をお求めで、それとも良質な素材をお探しに？ここには何でも揃ってますよ。天然石？うん、さっき言ってたやつか。なら玉の原石だけを見るようにしよう。小声でおっしゃっていましたが、ちゃんと聞こえましたよ。大丈夫、そこまで警戒する必要はありません。私は規則に従って商売をしています。安心してどうぞ自由にご覧ください。うちの素材はどれも美しく、決して人を騙したりはしません。それにうちの天然石からいい素材が出なかったとしても、
それは騙されたとは言えません。その売買はお互いの合意の下で行われた公平なもの。そうでしょ？なるほど、確かにな。売り手がどんな値段をつけても客人が金を払えば、それは自ら望んだ取引になる。その通り。お兄さんは物分かりがいいようです。ただその言い方は少しだけ引っかかりますね。それではまるで私が本当に人からお金を騙し取っているようではありませんか。とにかくここで天然石を買うというのはそういうことです。運試しをしたければしていただき、損をするのが怖いならやめる。その方がお互いにとっても楽でしょ。では私は他の方の接客をしていますので、お二人はゆっくりご覧になっていてください。黄色の玉の原石か、記念品にちょうど良さそうだな。うん。どうしてだ？なかなか面白い店だし、付き合うのも悪くないと思うが。お前が気に入らないのならやめておくか。おや、ゴーさんではありませんか。最近はどこで稼がれてるんです？俺みたいな貧乏な船乗りに稼げるようなうまい話なんてないさ。朝から晩まで働かなきゃ食っていけねって。ねえ、お前はまだここで石を売って人を騙してるのか？な、何を冗談言ってるんですか。お客さんもいるんですから。だいたい私が人を騙したところをどの目が見たって言うんです？俺のこの両目でだ。ん？ガイア隊長、どうしてリーウェに？ああ、友人とリーウェに遊びにな。久しぶりじゃないか。確かに久しぶりだな。その、そうだ、リーウェでおすすめの場所はないか？え？ああ、万民堂なんかどうだ？ウー師匠んとこの娘さんなんだが、料理の腕がすこぶる良くてな。その上値段も良心的。俺の妻もそこの水煮魚が好きなんだ。行ってみて損はないと思う。そうだ、妻はガイア隊長に助けられた時のことを今でもよく話すんだ。妻に代わって礼を言わせてくれ。妻？ああ、彼女はどうしてる？元気にしてるのか？ああ、元気にしてるとも。その、ちょうど南ふ頭に用事があってな。すまないが、また今度。お先に失礼させてもらうよ、ガイア隊長。そうか、またな。ああ、思い出した。モンドとリーウェの間で運送業をやってる。ゴ船長だな、今のは。先ほどまでゴさんが誰とも分からず話を合わせてたんですか？道理で気まずそうにしていたわけです。ゴさんは普段よく喋る方なのですが、なぜか今日はすぐに行ってしまいましたね。お客さん、ゴさんとどこで知り合ったのです？お前は鋭いな。確かにその通りだ。ただそう複雑なことじゃない。ゴー船長が運送のためモンドに向かう途中、船が浸水してな。それを直して貨物を守るのに夢中になっていたところ、あいつは船の上で気を失っちまったんだ。そこを俺が救助しモンドに連れて行ったのさ。妙ですね。ゴーさんは空気が読めないし、性格も頑固ではありますが、根は正直で優しい人だとみんな知っています。例えば彼の長男があそこの築山で遊んでる最中、うっかり転んで怪我をしてしまったことがあります。私がその子の手当てをしたら、翌日呉さんはわざわざ私の屋台に来て天然石を2個買ってくれたんです。
そんな性格の人が恩人に会ったら、きっとあなたの手を取って何度もお礼を言うはずなんですが、おかしいですね。当時あいつの船は穴を開けられ、すごい勢いで浸水してた。貨物を守るのは容易じゃなかっただろう。モンドの近くまで持ちこたえられたのは、まさに奇跡と言っていい。船に穴を開けられた？ああ、わかりました。そのずる賢い連中は、汚い手を使って人を貶めているのですね。同業者はいわば敵同士でもありますから、仕方ないといえば仕方ありませんが、呉さんは生計を立てるのに精一杯で、いつも夜が明けないうちに海に出るんです。ただ、最近は何かで儲かったのか、船を出さないで毎日あちこち駆け回ってます。今の時代、競争は激しく、お金を稼ぐのは簡単なことではありません。一日でも仕事しないと損をしてしまいます。彼は一体何を考えているんでしょう。おっと、話がそれてしまいましたね。とにかく商売をする人にとって貨物は命よりも大切なものです。彼の船には何か重要なものがあったのかもしれませんね。まあ彼のことは置いておきましょう。おいおい、何を言ってるんだ。当然のことをしたまでさ。ほら、俺の目を見ろ。とても誠実だろ。なんたって俺は正直で親切なセピロス騎士だからな。そういえば、お二人ともモンドからいらしたのなら茶館がおすすめですよ。先日ちょうど九千豪傑英雄閣のお話が終わったので、今日はまた最初から語ることになっています。もし興味がありましたら、ぜひ和遊茶館に行ってみてください。ほう、面白そうだ。じゃあその茶館に寄ってみるとしよう。ここが和遊茶館だな。あっ、ガイア隊長、またお会いできるなんて珍しいこともあるもんだ。足が速いもんで、さっと行ってすぐに引き返してきたんだ。あら、ゴッさん、あなたさっき娘さんが将来使う包丁を買いに万文集社行ってたじゃない。南不頭なんていつ行ったのよ。まあまあ、そう困らせるんじゃない。君たち地元の門には見えないな。俺は長年あちこちを旅してて、異国の人と友達になるのが好きなんだ。よかったら俺のところに座らないか。リーユへの茶館は賑やかだな。エンジェルズシェアを思い出すぜ。で、ゴー船長はさっき娘さんのために買い物に行ってたのか？ああ、ガイア隊長、お気遣いどうも。あなたの助けがなければ娘は生まれてこなかっただろう。ゴーさん、それってどういうこと？確かゴーさんの嫁さんはモンド人だったな。商売の途中か、それか嫁さんの実家に帰った時にこの方と出会ったんだろう。ああ、妻の実家に帰った時にガイア隊長に出会ったんだ。妻が妊娠してた頃、一緒に向こうの実家に帰ることになったんだが、もうすぐ暁ワイナリーに着こうって時に砲塔団に出くわしちまってな。やった、それって危ないんじゃない？大丈夫だったの？今ここにいるんだから無事だったに決まってるだろう。それでこの隊長さんに助けられたのか？
ああ、妻が大声で助けを呼んだおかげで近くにいたガイア隊長の耳にまで届いてな、強盗どもを追い払ってくれた。怪我をしてショックを受けた妻をガイア隊長はワイナリーまで送り、その上世話の手配までしてくれたんだ。ゴさんは？ゴさんはその時どこにいたの？俺は水の中にいた。は？なんでだよ、強盗に出くわしてなんで水の中なんかに？いやいや、自分から入ったんじゃなくて無理やり水の中に投げ込まれたんだ。来てるもんも向かれてな。その強盗なんか変な趣味でもあったんじゃない？泳げる人の身ぐるみを剥いで水に入れても溺れることはないのに。それで呉さんは自力で岸に上がったの？砲塔団は数が多く一般人じゃ対処が難しい。呉船長のように一時は窮地に陥るのも無理はない。幸い最後はみんな無事に済んでよかったけどな。ガイア隊長、そうフォローしなくてもいい。もうあれだけ助けられたんだ、これ以上借りを作るわけにはいかない。何もできなかった俺が悪いんだ。恥をかくのも仕方ない。盗賊どもはきっと俺に屈辱を味わわせようと水に投げ込んだんだろう。そして妻から金を奪おうと脅した。だが奴らは俺が泳げることを知らなかった。最初は溺れたふりをしてこっそり奴らの背後から岸に上がって妻を助けようとしたんだ。ただその途中でガイア隊長が現れ妻を救ってくれた。俺も水から上がって追いかけるつもりだったんだが、ズボンと服がどこに投げ捨てられたのか分からず、探してるうちに全員もう遠くに行ってしまって、結局裸で追いかけることになった。とんでもないわね。それで暁ワイナリーまで追いかけたらメイドさんに出くわして、呼ばれてやってきた荘園のオーナーにボコボコにされた。妻が目を覚ました後その若いオーナーさんに説明してなんとか事情を理解してもらったよ。その上最後は彼に石門まで送ってもらった。ゴさん悪いけど、あまりにも不甲斐ない。そうなんだ、妻にも叱られたよ。いや悪いな、この件は他人に話すつもりはなかったんだが。そんな、悪いのは下手にはぐらかそうとしてた俺の方さ。ガイア隊長には数えきれないほどの借りがある。顔を合わせるだけでつい申し訳なく思ってしまうほどにな。この借りは必ず返すつもりだ。あ、そういえばガイア隊長たちは講談を聞きに来たんだよな。ここは俺におごらせてほしい。ただ茶館の料理は安いが味はいまいちなんだ。ちょっと果物を買ってくるからここで待っててくれ。後半の部分については話さなくてもよかったんだが、あいつ自身が気にしてないのなら俺は別に構わない。最初は確かに忘れてたけど、あいつに子供がいるって話になった時に思い出したんだ。当時ディルックはワイナリーでメイドにちょっかいを出す変質者が現れたと勘違いし、体験を持って激怒しながら出て行ったそうだ。あいつがそんなに怒るなんてめったにないことなんだぜ。他人への貸しは数えきれないほどある。全部思い出すってなるとかえって人情ノートを見返さないとな。おいおい、まさか信じたわけじゃないだろうな。俺が義理や人情をノートに書いて残しておくような人間に見えるか？呉船長のことはあくまでついでに助けたまでさ、何かしてもらおうなんて気はないぜ。少なくとも今はな。おいおい、まさか信じたわけじゃないだろうな。俺が義理や人情をノートに書いて残しておくような人間に見えるか？
子さんのやつ、もうちょっと考えてから話してほしいものだ。ハンジさんに聞こえてないといいんだが。子さんのやつ。子さんたら我慢できないわ。果物を買ってきたぞ。ガイア隊長、それにみんなも一緒に食べてくれ。ああ、ありがとう。たかが果物数個、そんな大したものじゃない。遠慮しないでくれ。今やってる薬剤の商売がうまくいったら、またちゃんとした礼をセピロス騎士団に送らせてもらおう。薬剤？船乗りじゃなくて薬売りにでも転身したのか？船乗りはすごく疲れるんだ。それに同業の競争も激しく、儲けも少ない。だからやめたのさ。今はフボクロに投資をしてる。フボクロが作る新薬に資金援助してるんだ。その薬は雨の日とかに足が痛むのを治すもんでな。海で仕事してるやつなら誰もがかかってて、とても治りにくい病気でもある。俺自身もそうだったから身に染みてわかるんだ。この薬が完成すれば、不当の仲間たちの現状もきっと良くなるだろうってな。人のためになって、さらに安定した商売でもある。船乗りより何倍もいい仕事だろう。もう共同出資の話も済んでて、とりあえず100万投資したよ。へえ、すごいわね、ゴッサン。そんな人脈を持ってたなんて。相談した相手はあの白術さん？いや、白術先生の師匠にあたる白武士老師と話したんだ。優れた医術の腕を持っていて、さらに人心まである方でね。ちょうど雨の日に足が痛くなった俺を見て、古方新骨丸を何粒かくれたんだ。それがまたすごくてな。飲んだ瞬間に痛みがすっと消えた。白先生の師匠？ああ、老師は俺がこの薬を不当の仲間たちに勧めたいと知ると、迷った末に処方箋を提供してくれた。みんなを助けるためにな。老師が言うには、これは先祖をも裏切る決断だったらしい。つまり白老師はそれほどいい人なのさ。いや、俺たち氷局がこの前フボクロに物を届けた時、白先生と雑談したが、師匠はもう亡くなってるそうだぞ。おいおい、何を失礼なことを。ちゃんとご健在だぞ。ご船長、その老師とはどこで知り合ったんだ？街中だ。確かに怪しく感じるかもしれないが、白老師のあのオーラは間違いなく本物さ。待って、思い出した。私の姪の旦那さんも前に薬売りに会ったことがあるの。その時も奇跡の処方だとか言ってたわ。ただそれを大金で買ってフボクロの K さんに見せたら、ただの痛み止めで病を治せるようなものじゃなかったとか。その老師さんだけど、もしかして白髪混じりで長い顎ひげを生やしてなかった？確かにそうだが。ならこうしよう。学も学だ。ここはお前たちの言う白術先生に聞いてみた方がいいだろう。ついでに薬も一緒に見てもらうんだ。濡れ衣の可能性もなくはないからな。ああ、ガイア隊長の言う通りだ。フボクロに行って白術先生に聞けば全てわかる。きっと大丈夫なはずだ。あんな駆け足で行くとは相当焦ってるみたいだな。どうしてお前まで焦ってるんだ？もし本当に詐欺師だったとしても、騙されたのは呉船長だ。少なくともまずは彼自身が自分の状況を理解する必要がある。俺は闇夜の英雄でもリーユへの英雄でもない。もちろんお前もな。うん？いや待てよ、まさかこっそりリーユエで英雄になんてなってたりしないよな。お前の性格からしてありえなくもないことだが。
それに DU エコーには DU エコーの規則制度がある。総務士に処理させた方が俺たち異邦人2人が介入するよりも効果的だろう。そもそも俺たちは遊びに来たんだ。目的を取り違えるなよ。さあ引き続き講談を聞こう。ほら誰かが壇上に上がったぞ。いわく世を正そうとする志を抱くも無力なことに天下は邪気に包まれていた。その者の名は観光。世の不平に苦しみ山々に姿を消した男。偶然にも彼は仙人の弟子となり仙法を会得した。その後彼は死の命を受け俗世で魔を下し正義を司った。もう終わりか。てっきり茶博士が物語を最後まで話してくれるのかと思ったが、まあまあってとこだな。英雄は自分を犠牲にして人助けをするもんだ。物語として聞くなら悪くはない。だがその心に迷いが本当になかったかどうかは本人にしかわからないことだがな。みんなもう講談は終わったのか。薬術先生に会ってきたよ。確かに俺は騙されてた。じゃあなんでここに突っ立ってるのよ。早く総務士に報告しなきゃ。落ち着け。報告の前にまずは事の経緯をはっきりとさせた方がいい。それからそいつとはまだ連絡できるか。ああ頑丈茶室で追加の金を渡す約束をしてるからこのままいなくなることはないはずだ。つまりすでに次の会う約束をしていると。俺がバカなのがいけないんだ。簡単に他人を信じるなんて自業自得だ。この世はバカ真面目なやつが損するようになってるのさ。お嬢ちゃんいいやつだな。慰めてくれてありがとう。けど金は自分で取り戻さなきゃな。自分のケツは自分で拭く。それが筋ってもんだ。もういい歳なのに子供に慰めてもらうなんて俺は。うん。答えは明白だろう。今やるべきは総務士に報告することだ。俺について来い。その詐欺師本当にひどいわね。大丈夫、報告は一緒に行ってやる。金は取り戻せるんだよな、きっと。それでリーユへの英雄殿はどんな考えをお持ちで。この世には何にあった者が大勢いる。それを一人一人助けるわけにもいかないだろう。意外だな。お前は俺を無条件で人を助ける人間だと思ってたのか。そいつは光栄だが、俺もお前も俺がそんな奴じゃないことは知っているはずだぜ。実に単純明快なロジックだな。単純すぎて可愛く思えてくるぜ。だが悪くない。なら俺も英雄殿に付き合ってやるとしよう。ゴー船長、もう一つ借りを作らないか。ガイア隊長、もしも俺が金を取り戻すと同時にその詐欺師を怒り狂わせ絶望のどん底に落とし、さらには何もできなくさせられると言ったら
もう一つ借りを作ってもいいと、そう思ってくれるか？それってどういう？今回お前が借りを作る相手はこの旅人だ。こいつは講談を聞いてからいても立ってもいられなくなり、今にも悪を懲らしめたくなったらしい。ガイア隊長、それにお嬢ちゃんも、本当にありがとう。ならこれで決まりだな。よし、リーゆえの英雄殿の言う通り、明日頑丈茶室で会おう。安心しろ、任せとけ。そうよ、ご近所同士なんだし、ごさんのことなら喜んで助けるわ。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。全て却下しておくとしよう。挑戦。来たな。それじゃあ俺は先に2階に上がる。少し経ってから来てくれ。安心しろ、俺の手にかかればこのラッキーコインはおとなしく言うことを聞いてくれる。投げる前に奴にどっちの面が出るか聞く。いいか、俺が顎を触ったら表、額に触れたら裏と答えるんだ。お客様、どなたかをお待ちでしょうか。規則を守ってお茶を飲んでくださる方なら、どなたでもお客様として歓迎いたします。どうぞ。規則を守ってお茶を飲んでくださる方なら、どなたでもお客様として歓迎いたします。どうぞ。ここでじっと待つのは構わないんだが、まあ引き下がるわけにもいかない。二人を信じろよ。そこだけど、もう他の人が取ってるわよ。その席はもう他の人が取ってるよ。こうしてみるとリーゆえもなかなかにいい場所だ。ここに残って生活するのも悪くなさそうだな。それにモンドに帰って媚びを売ってくる奴らと顔を合わせるのもつまらない。俺は家が残した財産なんていらないから、こうして外に出てきたんだ。わかるぞ、リッチさんのように旅をする若者はきっと家の力になんて頼りたくないだろう。ん？お前は？
何も言わずに座ったが、取り込み中なのが見えないのか。うん、まあここは少し狭いし、テーブルの数も少ないからな。仕方ない、今日は特別に我慢するとしよう。ここの茶ががっかりさせるようなものじゃないといいんだが。そこの君、何と呼んだらいいかな。お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。ちなんだこの茶は。まあいい、白老氏は実に話し上手なお方だ。異国で老氏のような紳士に会えたのも何かの縁だろう。ここの茶は俺におごらせてくれ。確かに縁があるのかもしれないな。では遠慮なく。そこのお前も一緒にどうだ。ん？見てわからないか。俺は代々モンドで暮らしてきた家系のもんだ。家にいるのが退屈でな、こうして国を出て気晴らしをしてるのさ。リーユエコーの風景は実に格別だ。ここに海の見える家を買って毎年休暇を過ごしに来たいくらいだぜ。ついでに家からいくらか小遣いを出させて骨董屋に投資するのも悪くないだろう。たかが数千万もらごときで嘘をつく必要なんてないだろう。これ式のはした金簡単に払えると思うが。リッチさん、経済状況が普通の人からしたらその額は確かに容易なものではない。このお嬢さんが驚くのも仕方ないさ。俺はアルベルト、名字はリッチ。普段俺をリッチさんなどと呼ぶのは使用人くらいだ。白老氏、遠慮せずアルベルトと呼んでくれ。どうやらアルベルトさんは大物らしい。そんな方と知り合えて光栄だよ。なに、そんな大したもんじゃないさ。こっちもちょうど白老氏にはリーユへのガイドになってもらいたいと思ってたんだ。もちろんただじゃない。食事と宿代は全額支払うし、日当で5万もらだそう。ふん、私は長く世間を渡り歩いてきた。交友を結んできたのは英雄や豪傑ばかり。金の話なんてあまりにも俗気が過ぎる。アルベルトさんのような秀でた方と共にできるなんて願ってもないことだ。リーユエでの食事や宿の手配は私が引き受ける。必ずや満足させよう。そこのお前も一緒に来ていいぞ。なんとかの弟子だったか、コナンとか派。うん、コガ派。変な名前だな。俺はリーユエに何日も滞在しているが、リーユエコカハなんて耳にしたことないぜ。どうやらあまり名のあるモンパじゃないみたいだ。リーユエにはモンパやメーカーが数多く存在する。アルベルトさんが聞いたことのない勢力があっても驚くことじゃない。ほう、そうなのか。だがこのモンパはやっぱり変な名前だと思うぜ。それでお前たち一派は何ができるんだ。手品でもやるのか。ちょうど南埠頭でそういったのをやってる人を見たぜ。もうすでに会計は俺が持つと店員に伝えてある。店員を呼んでちょこまかと計算するのも面倒だしな。お嬢さん、あまりバカ真面目になってはいかんよ。意地を張る必要はないだろうに。俺にもメンツってもんがある。絶対に払うと言ったら。
まあまあ二人とも、頑丈茶室は喧嘩するような場所じゃない。追い出されてしまうぞ。若者が血気盛んなのは結構だが、こんな些細なことで雰囲気を壊すもんじゃない。ここは穏便に別の方法で。ほう、お前が当てたらお前は自分の分を払い、俺が当てたら俺は3人分を払うってことか。もともと俺が払うつもりだったし、金に関しちゃ気にしないが、だがお前の態度が気に入らない。お前が当てたら俺たち3人分を払ってもらおうか。それでこそ平等ってもんだろ。ふん、いいだろう。ただその前にルールを少し変えさせてもらおうか。投げる回数を増やして多く当てた方が払うんだ。喧嘩しなければ何だっていい。ギスギスしていては富も逃げてしまうからな。そうだ、白老氏もこれに付き合わないか。こいつにケチだと思われないためにもな。いや、別にその必要は。白老氏は俺とこいつどっちの味方なんだ？私はもちろん。なーに、大した金額じゃない。たとえ当ててしまっても問題ないさ。俺が渡すガイド代から差し引けばいいだろう。いいだろう。私も若い頃はサイコロ遊びが好きでね。これも似たようなもんだ。まあ大金でもないし、少し付き合ってやろう。よし、決まりだ。おっと、今思い出したが、モラには表裏がなくてどっちも同じ柄だったな。どうする？ああそうだな、受付のとこで線を書いてもらうとしよう。俺が行ってくるから少し待っていてくれ。お嬢さん、君は見るからに世間に出て間もない。だからちょっと気に入らないことがあればすぐ意地を張ってしまうのだろう。実は今日、人と商売の話をするためここに来たんだが、たまたまあのモンドの富豪さんに出会ってね、商売仲間との共同出資の話が済んだところでアルベルトさんと知り合いになれたのさ。世を渡り歩くには人付き合いは欠かせない。金持ちに出会ったら顔を立ててやる。向こうが喜べば利益こそあれ害はないだろう。若者よ、あまり衝動的になるな。いいか、黒のマークが書かれた方が表で、マークのない方が裏だ。投げる前にそれぞれ予想を言う。投げてから後悔するのはなしだぜ。それから投げる役は3人で順番にやろう。うむ、実に公平なルールだ。アルベルトさんの言うやり方で異論はない。では1回目はアルベルトさんが投げてくれ。ああいいぜ。それじゃあ、おっと、予想を聞くのを忘れてたな。白老氏、どっちが出ると思う？ふむ、コイン投げは当たりと外れが半々だからな。よし、まずは裏にしよう。そうだな、俺も裏にしよう。お前はどっちにする？おっと、当たってしまったか。運がいいのか悪いのか。俺も当たりだ。果たして俺が謝る時は来るかな。うん、3人のうち1人が立て続けに外した場合は残りの2人だけで当てるってのはどうだ。
そうすれば誰がより多く当てたか分かりやすくなるし、ややこしい事態にならなくて済む。さっきは俺が投げたから次はお前だ。当てられなかった時俺のせいにされても困るしな。いやいや、次は私が投げよう。ほう、白老氏が先に。君たち若者は気が短い。仮に今度はアルベルトさんが間違えてお嬢さんが当たったら同点になる。そしたらまた二人して争うことになるだろう。私がコインを投げるのにはもう一つ理由がある。君たち若者にはわからないだろうが、世を渡り歩いてきた私は知っているのさ。例えばサイコロの場合、それに細工を施せば望んだ目を自由に出すことができる。もし次にアルベルトさんと私がまた当たり、お嬢さんがまた外したら、私と彼でもう一回予想することになる。そうなれば彼の謝罪を聞く機会などなくなってしまうぞ。後々こういった遊びにイカ様ができることを知って、私と彼が手を組んで君の金を騙し取り、ついでにコカハもバカにしたなんて思われたら、私に言いがかりをつけに来るなんてことにもなりかねないからな。だからあらぬ誤解を避けるためにも、こういうことははっきりとさせておく必要があるんだ。さあ、私にコインを渡してくれ。細工がされてるかどうか見分ける方法を教えよう。やはり白老氏は考えが行き届いてるな。ガイドを任せて正解だったようだ。さあ、コインを受け取ってくれ。細工のされたコインは普通のコインとは重さが違うんだ。だが、このコインの重さは特に問題がないようだな。君も確認してみるか。で、白老氏はどっちにする？今回も裏で行こう。裏か。連続で裏なんてことも確かにあるだろう。うん、では俺も裏にしよう。お前は？俺見たことか。運命は自分の手で掴むべきなのだよ。これでみんな一回ずつ間違えたな。私とアルベルトさんだけで予想することになるよりかはマシだ。ほら、コインだ。白老氏は今度はどっちの面にする？難しいな。そう悩むことはないさ。結果なんてあまり気にしなくていい。こっちは1日5万のガイド代を払うつもりなんだぜ。これぐらいなんてことはないだろう。確かに。じゃあ表にしよう。さて、俺はそうだな。まあ当たってもお茶代を払うだけで痛くも痒くもない。ここは適当に裏だ。どうして表なんだ。言い争ってるのは君たちなのに、私が金を出すことになるなんて。そのもう一回やらないか。いいぜ、結構面白いし何回でも付き合おう。ケチくさいやつだな。まあいい、俺たち二人でやろう。アルベルトさん、賭け金がなきゃやっても面白くない。少しだけ金をかけないか。おいおい、ちょっと慎重すぎやしないか。少し金をかけたくらいじゃ俺からしたらどうってこともないんだが。
なら今度はもっとシンプルなものにしよう。白老師が当てられたらさっきのお茶代は俺が払う。老師が外したらその時は老師が払ってくれ。ああいいだろう。じゃあコインは老師に投げてもらうとしよう。俺は表にする。そうだな。老師も表にしたら当たりも外れも二人一緒になっちまう。それじゃあ意味がない。互いに違う方がいいんじゃないか。確かに。どうせ運任せなんだ。私は裏にしよう。私には元王帝君の加護があるようだ。アルベルトさん、おごってくれて感謝するよ。ああそうだな。ただこんなはした金じゃつまらないと思わないか。大金を勝ち取って初めて喜ぶべきだろう。ならもう一回やるか。いいぜ。今度は少し増やして5万もらにしよう。いささか増やしすぎじゃないだろうか。大した額じゃない。一日のガイド代で稼げる額だ。確かに。いいだろう。私は裏にする。よし、じゃあ俺は表だ。表。ついてない。欲張ったのがいけなかったか。かけなければ得するという道理を忘れていたよ。5万もらか。アルベルトさん、すまないが家を出るときに金を持ってきてなくてね。その5万ガイド代から差し引いてくれないか。差し引く？そいつはダメだ。俺は現金主義でな。まったく、とことんついてない。まあいい、たかが5万もらだ。いいだろう。5万。さっき言ったのはこの額じゃないはずだぜ。そんなわけない。はっきり覚えてるぞ。5万で間違いないはずだ。5万じゃなく100万だ。100万？気でも狂ったのか。うわ、アルベルトさん、君たちお金持ちはすぐ冗談で100万などと口にするが、私たち一般人からしたらとんでもない額なんだぞ。いや間違いじゃない。さっき言ったのは確かに100万だ。でたらめを言うな。お嬢さん、彼はさっき100万なんて言ってたか。そんな、聞き間違えるはずは。確かに5万だったのに。さては君たち、グルじゃないだろうな。まだ会って間もないのに気づけばコイン投げを始めるし、そして今度は二人揃って俺が100万負けたなどと言い始めた。なるほど、普段は私が人を騙す方だが、今日は私が騙されたということか。ふん、その程度で私から金を取れると思うなよ。騙しにおいてそんな手段はままごとに過ぎない。これほど大げさにコイン投げをやったんだ。周りの人も気づいてるだろう。目ざとい者に話を聞けば君たちの小芝居はすぐにバレる。お助けを。白昼堂々金を騙し取ろうとする奴らがいるんだ。店員はいるか。ち、みっともない。どうしましたか。頑丈茶室は規則を守るお客様しか歓迎いたしません。揉め事が何であれ騒ぎは起こさないでください。劇が待ってくれ。この二人の詐欺師が私から金をたかろうとしたんだ。早く取り押さえてくれ。他のお客様へのご迷惑となります。話はあちらで。その席はもう他の人が取ってるよ。
そこだけど、もう他の人が取ってるわよ。お二方、これは一体どういうことですか？まあ、リーユへの言葉を借りるなら、犬に噛まれたと言ったところか。さっきまで俺たちと賭け事をしてたのは他でもないこいつだぜ。まずは俺から25万勝ち取り、さらに追加で俺たち2人から合計で80万勝ち取った。最後に5万だけ負けたが、それを渡したくないらしい。差し引きして100万ということでしょうか。確かに所持金から見てもそれらしい感じはしますが。何をデタラメなことを言ってる。店員、周りの人に聞いてみるといい。こいつは声が大きいからみんな聞こえてたはずだ。皆さん、ご迷惑をおかけしてすみませんが、この件について何かご存知でしょうか。まったく来るのが遅いわよ。この白髪の人が大金を稼げたって大声で騒いでてね。あなたが来なかったら総務士に報告してたところよ。俺は知らん。こんなことに首を突っ込むのはごめんだ。会計を頼む。実は新オーナーから新たな規則を告げられています。サイコロ遊びは構いませんが、お金をかけることは禁止となりました。どうか互いに返金なさってください。そうすればこの件はなかったことにしましょう。戦艦軍が来るようなことになれば、どうなるか保証はできません。どうして私が金を返すことになる。私は金を持ってない。あるさ。一つはちょうど100万、もう一つは茶室のお茶代だ。まさか。劇が、この方におもてなしを。いや、分かった。渡すから。もともとお前の金じゃないだろ。俺たちは取り返すだけだ。お客様が大勢いる前で言うのもなんですから、茶室の外へ行きましょう。どうだ、ゴー船長。さっき2階の隅で話は聞いてたか？ああ、聞いてたよ。二人ともありがとう。お前、初めからこのマンダ人とグルだったんだね。それにそこの金髪とあの階にいた客も全員お前の仲間だろ。お前の家がどこにあるのか、女房と娘がどんな顔をしてるのか、俺は全部知ってるからな。今に見てやがれ。それがどうした。お前みたいなやつなんか怖くて望むところだ。果たしていつまでそう強がっていられるかな。お、気づいたようだな。どうやらバカじゃないらしい。お前たち二人も調子に乗るなよ。絶対に素性を調べてやるからな。首を洗って待ってろ。申し訳ございません。
茶室から出るよう申したのは中で騒ぎを起こさせないためです。どうかご理解を。茶室の2階にいたお客様は全員お二方が着席する前からそこにいました。そしてお二方が離れた今、彼らも全員離れています。お二方は確かにこちらのお客様を罠にはめたのでしょう。気づいてたのか。どんな動機であれ、茶室の場を借りてそのような行為を働くのは我々新オーナーの評判を落とすものとなります。ですが旅人様はオーナーが気にかけておられる方、このようなことをしたのにはきっと理由があるのでしょう。この件をオーナーへ報告するためにもどうかご説明を。やはり慣れない地での行動は主の気を引いてしまうようだ。だがまあ予想してなかったわけじゃない。英雄殿、リーユエで顔が通ってるお前から説明をしてやってくれないか。わかりました。お二方は人助けのためにこれをなさったのですね。この一件はありのままオーナーへ報告させていただきます。ゴー船長、俺が約束したことを覚えてるか。こいつを怒りと絶望に陥れることができただろう。失礼、通してくれ。白という名の容疑者はこいつか。ああ、こいつが呉さんの金を騙し取ったんだ。で、逮捕なら現行犯で捕まえるべきだろ。お前、もう金は取り戻したんだ。通報される道理はない。ザレ事、お前は犯罪行為に多く関わっている疑いがある。それぞれの金額は小さくともその数は刑罰を受けるに値するものだ。今回の通報に偽りがなければ罪はさらに重くなるだろう。通報者の中に証人となってもらえる方はいるか。できれば同行して詳細を記録するのを手伝っていただきたい。おお、この件は君も巻き込んでいたのか。であれば一緒に来てもらえると助かる。君たちが証言を提供してくれれば事件の調査もより順調に進むだろう。安心してくれ、時間は取らせない。さあお前もぼーっとしてないでついてこい。おい、手は出さないでくれ。そうだ、話をしよう。乱暴につかむんじゃない。ちょっ、ガイア隊長、それにお嬢ちゃん、今回は本当にありがとう。一体どう礼をしたらいいか。礼をする方法ならあるぜ。俺たちはもともとリーユエに旅行に来てるんだ。どこかおすすめの場所はないか。おすすめの場所なら、そうだ、二人は釣りに興味はあるか。大いにあるとも。連れてってもらえるか。いい余興になったな。お前の働きはなかなか大きかったぜ。それにこのラッキーコインもな。そんな心配はいらないさ。なんせこいつは俺のラッキーコインだ。こいつと絆を築く方法は前にも教えたはずだろ。ま、お前はまだ気づけていないようだがな。幸いこいつが合わせてくれたおかげで問題は起こらなかった。それを聞くなら、このラッキーコインに何をしたら意図した通りに合わせてもらえるようになるかだろ。答えはこうだ。
コインを投げるとき、俺はいつも心の中でこいつにジョークを言うんだ。で、こいつが面白いと思ったら協力してくれるのさ。だが前提として、俺とこいつがすでに絆で結ばれてなきゃいけない。仮によく知らないコインだったら言うことを聞いてはくれないだろう。確かに、あいつがコインの問題について指摘するとは思わなかったぜ。だがまあ、どうってことないがな。バクトはタイミングを見極めなきゃならない。かけていい時と悪い時、それぞれに別プランを用意しておく必要がある。実はマークをつけに行った時、コインをもう一つ用意しておいたんだ。そうすればあいつはラッキーコインの秘密を暴けない。ただし、そのコインを使えば俺たちも結果をコントロールできなくなるがな。だがそれでもいいと思わないか？奴が一歩一歩罠にはまるのを見るのは実に面白い。それに奴が俺たちに与えてくれたチャレンジ性を楽しむのも刺激的で悪くない。自分で招いた可能性につまずくなんて、なんとも皮肉だな。俺が奴と同じ面を選び、お前はそれと違う面を予想し続ける。そうすれば、最後は必ず奴が払うことになるんだ。もし仮に俺たちの想像に及ばないような小細工を奴がしてきたとしても、その時はもっと面白くなるってだけの話だ。二人は俺が見てきた人の中で誰よりも賢い。俺はガサツだからな。どんなに考えてもそんなの思いつかなかっただろう。さっきの説明だって聞いても半分くらいしか理解できなかった。だがこんなバカな俺でも一つだけ道理を知ってる。一滴の水のような恩にも湧き出る泉のような大きさでこれに報いるべしってな。赤の他人である俺を助ける価値なんてなかったはずだ。この先もし何か俺にできることがあったら遠慮なく言ってくれ。必ずや報いよ。ほう、どうやら俺に借りを作ったままでいるのが怖いようだな。俺から借りを作ってもいい人間は2種類だけだ。一つは俺の友人、もう一つは俺の情報屋さ。俺の情報屋は頼み事を何でもこなさなきゃならない。お前はどっちになりたい？俺は、ためらったってことは、大方友人になるのは気が引けるが、情報屋になるのも危険だと心配してるってとこか。問題ない。答えを出す面白い方法を今思いついた。コイン投げをしよう。このコインは俺がペンを借りる際に用意した別プランのものだ。俺の言うことを聞いてくれるラッキーコインじゃない。表が友人、裏なら俺の言う通りに動く情報屋。どちらになるか岩の神に選んでもらうとしよう。どっちだ？どっちだろうな。お前はどっちになってほしい？わかったよ。ありがとう。いや、ありがとうっていうのはもうよそよそしいか。さあ、釣り竿を。ここに来てくれた方はみんなを受け止めてくれて。
お前はずっと忙しそうだったし、そろそろ休んだ方がいいと思ったんだ。どんなに鋭い剣でも手入れをせずに使い続ければひびが入っちまうからな。人生は実に短い。だからこそ時間は大切にすべきだ。気を抜けるときに思いっきり楽しんでおいた方がいいと俺は思うんだが、お前はどう思う？ほう、さすがは栄誉騎士だ。金の誘惑に負けないとは。お前のその誠実さは晩秋のシードル湖に差し込む陽光のようにまぶしい。どうやらここは俺の考えが間違っていたと認めた方が良さそうだ。わかった。今回のスメールの旅で遊ぶのはなしにしよう。荷物をまとめてモンドに帰るとするか。ほう、モンドまで付き合ってくれるのか？計画には入ってないが、それも悪くないな。先日この旅のお土産を選んでいた時にお前の分も用意したんだが、どうやら俺のその思いも無駄じゃなかったようだ。そいつはまだ言えない。別にもったいぶってるわけじゃないぜ。ただここで旧友に会えるとは思ってなくてな。そのお土産はまだ宿に置いてあるんだ。俺が渡す時に自分の目で確かめてみてくれ。サプライズこそがプレゼントに大切なことだろう。じゃあ決まりだな。後で一緒にここを立つとしよう。見ろ、モンドの風車だ。この景色を見るとやはり心が落ち着くもんだな。これで約束のお土産をお前に渡せる。ほら、この箱に入ったランプだ。ランプを売っていた商人によると、不思議なジンニーはこういった器を選んで住処にするらしい。今手に持っているこのランプもかつて強い力を持ったやつが住んでいたとか。まあ品を売ろうと商人はよく大げさに語るもんだ。だがそれを抜きにしても美しいランプであることには違いない。お前は珍しいものが好きだろう。だからコレクションにちょうどいいと思ってな。もちろんただの水差しとして中に飲み物を入れるのもいいと思うぜ。どういたしまして。気に入ってくれてよかった。それじゃあ城内に入ろうぜ。この後の時間は俺たちで自由に過ごそう。お土産をまずみんなに配るか。いや、一人ずつ渡すのはかなり手間がかかるな。それとも先に休むか。ただ一人で部屋にこもっているのもそれはそれで退屈だ。お前は何かいいアイデアはないか？悪くない提案だ。ならお土産を二人で配るとしよう。それにお前も長いこと会ってなかった奴らに挨拶できるしな。ひとまず騎士団本部に行けばジンとリサに会えるはずだ。もしかしたら他の奴もいるかもしれない。
や。ようお二人さん、ちょっと時間いいか？あら、かわいこちゃん、久しぶりね。それにガイアも、長旅お疲れ様。よく帰ってきてくれた、ガイア。だが、どうして栄誉騎士もここに？なるほど。あ、そうだガイア、報告書を受け取ったよ。今回はよくやってくれた。ご苦労だった。先日、スメールにいる酒造業商会の代表から手紙が届いてな。君がその場で判断してくれたおかげで、不要な損失が出ずに済んだよ。代理団長の悩みを解決するのが俺の役目だからな。ああ、それと、実は出張経費が余ってな。今のうちに渡しておこう。今回は事態が急だったし、対応が難航するのを想定して念のため出張経費を多めに渡していたんだが、それでもこんなに残っているとは。ガイアに任せて正解だったな。俺はなすべきことをやったまでさ。それと俺がここに来たのは別に報告をするためじゃないぜ。こうしてスメールから帰ってきたことだし、みんなにちょっとしたプレゼントを渡そうと思ってな。あら、スメールのお土産かしら。まずはこのペーパーナイフ、これはジンへのお土産だ。そしてこの宝石のついたブローチはリサに。こっちの箱に入ってるのは他のやつへのお土産だ。このナイフ、実に精巧な作りだな。鞘の模様はスメール特有の工芸で作られたもののようだ。実物を見たのはこれが初めてだよ。ありがとう、ガイア。このブローチ、宝石の色がとても素敵だわ。ベースの部分も細かく作り込まれているし、ガイアのセンスもなかなか侮れないわね。これ安くなかったんじゃない？そうでもないさ。そこまで高いもんじゃない。失礼、ちょっといいかい？ん？ああ、アルベドか。入ってくれ。工房の四半期の費用をすべて整理した。確認を頼む。やあ、旅人。それとスメールから帰ってきたガイア、久しぶり。うん、二人とも元気そうで何よりだよ。ああ、ちょうど栄誉騎士と一緒にスメールから帰ってきたところだ。そうそう、お前とクレイの分のお土産もあるぜ。二つでワンセットなんだが、ちょっと待っててくれるか？あ、ありがとう。最近よくクレイから、ガイアお兄ちゃんはいつ戻ってくるのって聞かれるんだ。長いことガイアに会えていないから、君も反省室に閉じ込められてずっと外に出られずにいると思っているようだよ。子供の視点って私たちからすると少し思いもよらないところがあるわよね。俺も反省室にか。どうやら俺のいない間、相変わらず楽しい日々を過ごしていたようだな。今月はもう3回だ。うん、どうやら君は全く驚いていないようだね。ああ、というよりクレイがしばらくトラブルを起こすことなく過ごせていたら、そっちの方が俺は驚くだろうな。僕とクレイへのお土産が2つでワンセットなら、この場で僕に渡す必要はない。クレイが外に出られたら、一緒に君のところに行こう。ああ、わかった。サプライズはそれを一番楽しんでくれそうな人のために取っておこう。書類はここに置いとくよ。じゃあみんな、先に失礼する。ガイア、休暇申請は私が受理した。この時間を使って
しっかり心と体を休めてくれ。報告とそれから他の仕事も急ぐ必要はない。私が処理しておこう。栄誉騎士もだ。当面の間、騎士団に君の手を煩わせるような仕事はないからな。だから休暇中は安心してゆっくりしてくれ。ああ助かる。それじゃあ俺もこれで失礼するぜ。休暇を楽しんでちょうだい。ああそれと借りたタンポポの海の狐、早めに返却するようにね。ああ安心してくれ。その物語ならもうすぐ読み聞かせが終わる。あと数日したら持っていくさ。ガイアは相変わらず手が行き届いているわね。やるべきことは山積みだが、こうして皆が共に苦難を背負ってくれるから、私はいつも安心していられる。国民には風神のご加護があらんことを。ガイアお兄ちゃんはいつ戻ってくるの？タンポポの海の狐の10巻と11巻、まだ終わってないのに。ガイアお兄ちゃんはいつ…どうやらクレイは逃げられなかったみたいだな。モンドを立つ前にいくつか小技を教えてやったのに。子供は時にいたずらをするもんさ。何の悩みもなく成長できるなんて幸せなことだ。騎士団のみんなへのお土産はジンのところに置いたし、さて次は…お土産を名目にワイナリーでタダ酒をたかるとしよう。みんなに会うのは久しぶりだし、ワイナリーで今年作られたドリンクをちょうどお前にもご馳走できる。明日はワイナリーで商談があるからリルックのやつもいるだろう。だが明後日は特に予定がないはずだ。そのタイミングで行けば酒もたかりやすくなると思うが、どうする？明日と明後日、お前はどっちがいいと思う？ああ、それじゃあ決まりだな。明後日、赤月ワイナリーの前で会おう。
お、来たか。思ったより時間通りに集まれたな。じゃあ入るとしよう。ガイア様、それに旅人さんもワイナリーへよくいらしてくれました。さあ中へどうぞ。飲み物をすぐにご用意いたします。久しぶりだなエルザー確かに久しぶりですな。今日はワイナリーに失礼。何か私にできることはありますか？おいおいエルザー、ちょっと他人行儀が過ぎないか？俺はスメールから帰ってきたばかりで、ただみんなの様子を見に来ただけだぞ。そうでしたか。しかしあいにく、旦那様は昨夜商談のために出かけてしまいまして、まだ帰っておりません。別にあいつがいなくても構わないさ。お前とアデリンがいればそれでいい。ところでアデリンは？彼女なら今休んでいます。昨日は掃除で忙しく、今日ようやく落ち着けたところなんです。いるならよかった。ちょうどお土産を持ってきたんだ。ほら、お前にはこれを。バックルだ。ほう、実に見事なバックルですな。ガイア様、ありがとうございます大切にします。何かお飲みになりますか？先日ダンディライオン酒の醸造が終わったばかりなんです。ほう、そいつはいいな。今年の新酒はどうなったのか気になってたところなんだ。ではここに一樽持ってきましょう。それから誰かに頼んで騎士団まで運んでもらいます。おいおい、そんなには飲めないさ。2本あれば十分。でないとディルックに物乞いに来たと言われちまうからな。旦那様はそう口にするだけで、心の中では気にされないと思いますよ。とりあえずお二人に何か飲み物を用意しましょう。ああすまんなエルザー、俺はダンディライオン酒、こいつにはシードル粉を頼む。いえそうではありません。シードル粉はほとんどアルコールを含まないドリンクで、ガイア様もそれを知っていて選んだのでしょう。すぐに作りますので少々お待ちください。ちょっと違うかもな。シードル粉には実際少しだけアルコールが含まれているんだ。まあ子供に害がない程度にだがな。さあお二人ともどうぞ。旅人さんのお気に召してよかったです。どうやら私の腕はそう悪くないようですね。ところで最近調子はどうなんだ？ワイナリーの商売は相変わらず忙しいのか？そうですね、少し前まで急ぎの注文をいくつか済ませる必要があったため慌ただしかったのですが、ここ数日はやっと少し落ち着けるようになりました。もしかしてずっと休みを取れていないのか？旦那様もそのことを心配してくれました。ですがここ数日旦那様は留守にされています。もし私が休暇を取ってしまえば商談に来る方の応対ができません。
ですので、休むのはしばらく後になるでしょう。はあ、せめて半日は時間を作って体を見てもらった方がいい。もし本当に何かあったら、それこそディルックが責任を感じることになる。確かにそれもそうですね。ワイナリーに応対する人がいなくなるのを心配してるんなら、俺が代わりにやってもいいぜ。お前の仕事をどう処理したらいいのかは知っているつもりだ。安心してくれ。ガイア様、私は今後もワイナリーにもっと顔を出してください。みんなガイア様がいなくなって寂しがっているんですから。そう照れくさいことを言うのはよしてくれ。外まで送ろう。私が不在の間、どうかワイナリーのことを頼みます。ああ、ちゃんと仕事するから安心して医者にかかってこい。さて、今日はいい天気だな。風に当たりながら酒をたしなむのも悪くない。ただ新酒は味が少し薄かった。酒棚のある部屋から秘蔵の熟成酒を持ってこよう。確か2階にあるはずだが。ああ、もちろん問題ないと思う。エルザーを助けることは約束したが、ここの酒に手を出さないとは約束してないからな。ガイア様、お出迎えが遅れてしまい申し訳ありません。その先ほど酒棚と秘蔵という言葉が聞こえた気がしましたが、もしや秘蔵のお酒をお持ちになるおつもりでしょうか。秘蔵ともなるとそう軽々しく開けることはできません。少なくともディルック様の許可が必要となります。おいおい、アデリン、お前の聞き間違いじゃないか。俺たちはただ屋敷の外をうろついてただけだぜ。そうでしたか。本日ガイア様と旅人さんがワイナリーにいらしたのはどういったご用件でしょう。俺たち二人ともスメールから帰ってきたばかりでな、しばらくワイナリーに顔を出してなかったから挨拶に来ただけさ。それとついでにタダ酒をいただきにな。アデリン、構わないだろ。ええ、ガイア様がこうして私たちに顔を見せてくれるのは何よりも嬉しいことです。もちろん構いませんとも。そうだアデリン、お土産を持ってきたんだ。お前にはこのオイルを。寒くなったら塗るといい。乾燥から手を守ってくれる。そんな些細なことをまだ覚えてくださっていたんですね。当然だろ。子供の頃、俺が高熱を出した時にお前はいつも看病してくれた。むしろこんなんじゃその礼に釣り合わないくらいだ。ガイア様は大人になり、そう風邪もひかなくなられたでしょう。きっともう私の世話を必要としないのでしょうね。はあ、確かにそうめったに風邪はひかなくなったが、世話に関しちゃ。アデリン、スメールに滞在してた時、お前の料理が本当に恋しかったぜ。お腹が空いていらっしゃるのですか。では何かお作りいたしましょう。旅人さんも何か食べたいものがあれば遠慮なくおっしゃってください。おっと、言われてみれば確かに腹が減ったな。ステーキなどはいかがでしょう。ああいいな、それをいただくとしよう。では水耕の炭を使い、焼き加減はミディアムでお作りいたします。煮物もお付けいたしますね。ああ、昔と同じで頼む。ありがとな、アデリン。お気になさらず。旅人さんはいかがいたしましょう。その、申し訳ございませんが、
どんなお味が好みか存じておらず、一緒に来て料理を選んでいただけないでしょうか。一般的なステーキに比べて水耕の炭を使って焼くと香りがより高くなります。ガイア様はこれが大好物なんです。ただ炭火でステーキを焼くとなると屋敷内ではいささか不便です。そのためこういった料理をする際はいつも外にグリルを設置し、そこでスープやお肉の調理をします。旅人さん、満足サラダと冷製肉盛り合わせ、それから煮物をご用意できますが、どれが食べたいですか？はい、承知いたしました。ガイア様は昔から煮物がお好きなんです。作るのに時間がかかるため、先に煮物を作ってからあなたの料理を用意しますね。ええ、そうですね。ディルック様とガイア様を小さい頃から見てきましたから、今のガイア様は意地が悪そうに見えますが、子供の頃は優しくて、それでいて礼儀や話し方の作法もしっかり心得ていました。ですが男の子というものは、子供の頃は優しくとも大人になると意地の悪い人になったり、活発な子でも寡黙になったりします。これは私の経験談です。もしガイア様の行動に理解できないところがありましたら、私に何なりとご相談ください。ここ数年でガイア様の性格はいささか変わりましたが、あの方のちょっとした癖なら知っていますので。今のガイア様は何事においてもそつがなく、考えも成熟していて一筋縄ではいかないお方です。私がいくつかコツを教えいたしましょう。ガイア様があなたに問い返してきた時、あの方が何をあなたに信じさせたいのか、今一度よく考えてみてください。決してあの方の考えに流されないように。あなたの言う何を考えてるのかわからないに関してはそれはガイア様が何かにつけて口実を作るのがお好きだからです。そこにこだわる必要はないと思います。それにはちゃんとした理由があるのですから。例えば先ほどあなたはシードル湖を飲まれましたよね。なぜあれがシードル湖と呼ばれているかご存知でしょうか。この名前は昔クリプス様がつけたもので、飲み物もクリプス様がガイア様のために作られたものなんです。そうそう、ディルック様とガイア様ですが、子供の頃はそれはもう本当に可愛くって、ああ失礼。その昔屋敷でパーティーが開かれた時、クリプス様はディルック様にお酒を飲むことを固く禁じていました。ただディルック様はそれに納得できず、ガイア様と一緒に協力し酒蔵に入ってダンディライオン酒を盗もうとしたんです。どうして私がこれを知っているかというとガイア様が私の気をそらしに来た時、ディルック様が廊下の角からガイア様にジェスチャーで何か知らせているのを見たからです。今のガイア隊長は息をするように嘘をつきますが、子供の頃はそうではありませんでした。ああ少し話がそれてしまいましたね。とにかくその一件はクリプス様にバレてしまいました。お怒りになったクリプス様は罰としてガイア様に本の書き写しを、そしてディルック様には酒蔵のワインダルを磨くように言いつけました。酒蔵にはワインダルが十数本もあり、まだ子供のディルック様ではとても磨ききれない数です。クリプス様も頭に血が昇っていたのかもしれません。そこで私が代わりにこっそり磨こうと思い酒蔵に行ってみたところ、そこにはすでにガイア様の姿がありました。
最後のいくつかは私とガイア様で磨きました。その後クリプス様はガイア様の手に残った紫色の跡を見た後、それがティルック様のものより濃いことに気づき、すべて理解されたようです。無論クリプス様もそれほど厳しい方ではありません。ガイア様をいたわるためにこの飲み物を作った後にお酒を数滴混ぜて、ガイア様にそれを味わわせてあげました。ガイア様は子供の頃から優しく、人のために何かしても自分から言わない方でした。時には何があったのか聞いても何も教えてくれないこともあります。ガイア様は言葉を紡ぐのではなく、ただ黙ってその心の中に友人を迎え入れるのに慣れているのです。今のガイア様は話術がとても巧みですが、その癖だけはまだ変わっていないと私にはわかります。それは良かったです。さてスープももうじき出来上がります。お肉と他の料理はもう少し待つ必要がありますので、テーブルでお待ちください。一人で手が足りるか心配されているのですか。料理を用意するのはメイドたる私の役目、どうぞご安心ください。いい酒を飲めて、アデリンの作ったステーキも食べられる。これこそ休暇ってもんだな。ほう、アデリンはお前に何を吹き込んだんだ。褒め言葉か。そいつはこそばゆいな。お食事のご用意ができました。お二人ともこちらにはそうなかなかいらっしゃらないので、多めにお作りいたしましたよ。ここに来る前はこんなに豪華な食事を楽しめるなんて想像もしてなかったぜ。ご苦労だったな。どうだ、お前も今日は一緒に食べないか。ずっとおしゃべりしていたら料理が冷めてしまいますよ。私はここで待機していますので、何かありましたらいつでもお申し付けください。いやいや、俺は本気だぜアデリン。せっかくこうして集まったんだ。今日はメイドのルールなんて置いといたらどうだ。それに今の俺はワイナリーの坊ちゃまじゃない、一階の客人だ。アデリンは客人のこの小さな要望に応えてくれないのか。ガイア様のご要望でしたら私はそれに従うまでです。これは親愛の証とはいえ、多かれ少なかれルールを破っております。ですからもし口を滑らせてご無礼なことを言ってしまったとしても、何卒ご容赦ください。このような気の回し方ではご友人ができませんよガイア様。旅人さん、ガイア様は騎士団にご友人はいらっしゃるのでしょうか。ほら、俺は人付き合いがいいんだ。それをこいつが証明してくれたな。すみません、暁ワイナリーはこちらでしょうか。私はリーウェ脇町に所属する氷局の氷士です。どうぞ、こちらは名刺になります。道理でエルザーが軽々しく離れられないわけだ。ワイナリーは本当に忙しいな。グアンジさん、お会いできて光栄だ。ええ、こちらこそ。うちの氷局は以前ワイナリーと一緒に仕事をさせてもらったことがあるのですが、これまでずっと手紙のやり取りのみでして、責任者であるこの私がなかなか訪問できず誠に恐縮です。ここじゃなんだし、中に入って何か飲みながら話そう。アデリン、
さっきの話はまた後でだ。3人分のアップルサイダーを用意してくれないか。承知いたしました。少々お待ちください。お名前をお聞きしても、それとこちらのお方は。ガイアでいい。今日はエルザーに代わってワイナリーの受付事務を一任されている。こっちは俺の友人だ。お会いできて光栄です。実は本日ここに来たのは、ワイナリーへの訪問を兼ねて招待状をお渡ししたいと思いまして、リルックの旦那様を氷局の祝典に招待したいんです。昨年ワイナリーとは良い協力関係を築けました。ワイナリーの次の四半期のワイン輸送計画がどうなってるのか気になるところでもあります。もしよろしければ、ディルックの旦那様にこうお伝えいただけないでしょうか。氷局は今年規模の拡大をいたしました。もし私どものご相が必要でしたら、ぜひ前向きにご検討くださいと。ガイア様、アップルサイダーをお持ちいたしました。ガイア様、失礼ですが、ガイアさんは暁ワイナリーの。俺はここの前オーナークリプスの養子でディルックの兄弟だ。いつもはセピロス騎士団で働いてて、ワイナリーにはあまり顔を出さないんだがな。これは失礼いたしました。何か不作法がありましたらお許しください。グアンジさん、少し誤解しているみたいだな。俺はディルックの兄弟ではあるが、別に暁ワイナリーに住んでるわけじゃない。今日だって客としてワイナリーに来たんだ。ただエルザーが体調を崩したから、その代わりを務めているだけに過ぎない。けど安心してくれ、この招待状はディルックに渡そう。このような手厚いもてなしをありがとうございます。暁ワイナリーのワインが美味しいことは知っていましたが、まさかアップルサイダーもこれほど美味しいとは。この爽やかな香りがまたいい。アップルサイダー以外にもワイナリーには秘蔵の酒があるぜ。グアンジさんも酒がお好きなようだ。ぜひ味わってみないか。アデリン、2階の酒棚から1本取ってきてくれ。承知いたしました、ガイア様。今日はありがとうございます。足を運んだ甲斐がありました。それではこれで失礼します。気にしないでくれ。また一緒に酒を飲めるのを楽しみにしているぜ。さて、お帰りになられましたね、ガイア様。そこを気にしているわけではありません。事情を知ればディルック様もせいぜい一言つぶやく程度かと思います。ですが、ガイア様にこれだけはお伝えさせてください。あなたはいつでも暁ワイナリーの一員です。私たちは心の底からあなたのことをよそ者だとは思っていません。疲れたと思ったらいつでもワイナリーに帰ってきてください。はあ、アデリン、お前の言いたいことは分かったよ。ん？今日はやけに忙しいな。今度は誰だ？皆さん、ただいま戻りました。エルザ？まさかこんなに早く帰ってくるとはな。体の方は大丈夫だったのか？ええ、あまり心配せず、ゆっくり休めば大丈夫だと先生には言われました。それよりも、帰り道である小さなお客さんに出会いましたよ。ガイア様に用事があるそうです。ガイアお兄ちゃん、シー、クレイが助けに来たよ。一緒に逃げよう。あ、栄誉騎士のお姉ちゃんもガイアお兄ちゃんと同じで
反省室に閉じ込められてたの？反省室？そういえば確かにアルベドがそんなようなことを言ってたな。ああ、スメールも楽しかったがモンドにはかなわないからな。栄誉騎士と一緒にスメールから逃げ帰ってきたんだ。きっと神団長を怒らせるようなことをしたんでしょ。でも大丈夫、ガイアお兄ちゃんは何度もクレイを助けてくれたでしょ。だから今度はクレイが助ける番。アルベドお兄ちゃんから戻ってきたって聞いて、クレイが代わりに神団長に謝っておいたよ。ガイアお兄ちゃんは今自由だから安心して。これでまた一緒に遊べるね。確かこの子は騎士団の正式な騎士、クレイだ。お姉ちゃん、こんにちは、クレイだよ。ごめんなさい、ガイアお兄ちゃんを反省室に閉じ込めないで。クレイね、どうしてもガイアお兄ちゃんと栄誉騎士のお姉ちゃんと一緒に。アルベドお兄ちゃん、スクロースお姉ちゃん、アンバーお姉ちゃん、それからみんなで遊びたいな。ああ、そうなのですね。クレイさん、こんにちは。ガイア様の反省時間はとっくに終わりましたので、ご安心ください。ほらな、アデリン、あまり心配する必要はない。今じゃこうして俺を気にかけてくれるやつはいっぱいいるんだからな。どうやらクレイは逃げられなかったみたいだな。モンドを立つ前にいくつか小技を教えてやったのに。子供は時にいたずらをするもんさ。何の悩みもなく成長できるなんて幸せなことだ。騎士団のみんなへのお土産はジンのところに置いたし、さて次は。お土産を名目にワイナリーでタダ酒をたかるとしよう。みんなに会うのは久しぶりだし、ワイナリーで今年作られたドリンクをちょうどお前にもご馳走できる。明日はワイナリーで商談があるからリルックのやつもいるだろう。だが明後日は特に予定がないはずだ。そのタイミングで行けば酒もたかりやすくなると思うが、どうする？明日と明後日、お前はどっちがいいと思う？いいだろう。ならディルックに会うとするか。明日、暁ワイナリーの前で会おう。
近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。お、来たか。じゃあ入るとしよう。はあ、これからまたあの面倒なやつに会わなきゃいけないのか。やれやれ。体調が悪いのなら今回は僕が行こう。いえ、そう大したことではありません。おっと、すまないな。大事なところを邪魔してないといいんだが。今日は何しに来た？それに別にこれといって用があるわけじゃないぜ。俺たち先日スメールから帰ってきたばかりでな、長いことワイナリーに顔を出していなかったから旅人と一緒に訪ねてみただけさ。そうか、ならご自由に。ほう、ご自由にっていうのはビシュが飲み放題ってことでいいのか？ああそうだ、聞きたかったんだが、酒の保管室はいつものところにあるんだよな。ふっ、目的が明確だな。ずっと前から企んでたってわけか。おいおい、企んでたとはとんだ言いがかりだな。実はとある噂を耳にしたのさ。その情報提供者によると、暁ワイナリーは先月大金をはたいて、それはもう強い酒を、限定版の北地バルベリーを2本も買ったらしいじゃないか。だがそれはとある小さな工房が名を騙ったもので、偽物である可能性も高いとかなんとか。お前は酒を飲むのが好きじゃないだろう。ここはその道のプロに鑑定してもらうべきなんじゃないか。暁ワイナリーの評判を考えると、万が一偽物の酒なんて捕まされていたらどれだけ恥をかくことか。だからここは俺たちみたいな無関係で熱心な酒飲みに任せてくれ。相変わらず口がうまいな。その口実は去年も使ってたはずだが、それで他に言うことはあるか？ん？あっうっかり忘れてたぜ。それじゃあ、霊は往来をたっ飛ぶ、これならどうだ？ほら、これをやるよ。スメールで大金を払って買ったもんだ。そうか、礼を言う。テーブルの上に置いといてくれ。うん、それだけか？もっと感想とか言うことがあるだろう？感想？そうだな。あそこにある花瓶と同じで、君の独特な美的センスを表していると思うよ。エルザ、倉庫から新酒を一本持ってきてくれないか？出ないと。誰かが永遠と酒を飲む理由を探し続けるからな。かしこまりました。ガイア様、少々お待ちを。今すぐ取ってまいりますので。おい、エルザ、どうした？具合でも悪いのか？ええ、喉の調子が少々。以前までは薬がいささか効いていたのですが、最近はまた咳がひどくなってきまして。ただたまに息苦しくなるだけで、別に大したことはありません。大抵の病気は過労によるものだ。十分な休養を取らないと薬だけじゃどうにもできないぜ。ワイナリーの仕事はもうディルックに任せるべきなんじゃないか。それにだ、エルザ、これ以上こいつを子供みたいに甘やかしてたら、いずれ一人じゃ何もできないダメなやつになるぞ。いえ、実は旦那様は普段はあ、しっかり休みを取ってくれ。もう断るのもなしだ。組合会のことは僕が処理する。体調管理は重要なことだ。もっと自分を大切にしてほしい。それとそこの騎兵隊長、君は少し黙っていてくれ。旦那様、ガイア様、ありがとうございます。
それではお言葉に甘えて数日お休みを取らせていただきます。せっかくの休暇だ。ゆっくり楽しむといい。そうだ、これから休暇に入るなら一緒に外に出よう。ついでに酒を取りに行こうじゃないか。風に当たりながら美酒を堪能する。悪くないだろう。普段なら決して断らないんだが、あいにく今日は早めに処理しないといけない細かな案件があるんだ。すまないが、君たちだけで楽しんでくれ。そうか、実に残念だ。ガイアは？もう行ったか？ワイナリーの日常業務を処理してる。その後はエルザーの代わりに会合に参加する予定だ。今回の会合のテーマは新しい酒の研究開発だ。多くのワイナリーが協力して行うことになるから、確かに僕が出席する方が都合がいい。僕が留守の間、もしここで何か問題があればガイアに聞いてみるといい。彼もここのことはよく知っているからな。コナーに新種の中でも最高の出来のものを持ってくるように頼みました。もうすぐここに届けてくれるはずです。コナーに？あなたに会うのが久しぶりなので、彼は喜んで手伝ってくれましたよ。相変わらずお前は細かなとこに気が回るな。そうだ、お前にもお土産がある。バックルだ、受け取ってくれ。おお、これは見事なバックルですな。ありがとうございます。帰ったら早速つけてみます。どういたしまして。さ、早めに医者に見てもらえ。良い休暇をな。ええ、それではガイア様、私はこれで失礼します。エルザーは責任感の強い優しいやつだ。だがその責任感の強さゆえに、いつも辛い思いをしていてな。ガイア様、ワインとアップルサイダーを持ってきました。どれも今年作ったものです。ぜひご賞味ください。旅人、これは君の分だ。透き通っていて香り高い。ふん、悪くない酒だ。そうでしょう。持ってきたのは甘いやつですから、もし甘くないのを飲みたかったらまた取りに行ってきますよ。いや、甘いのもいい。さ、一緒に飲もうぜ、コナー。ええ、では遠慮なく。こうしてガイア様とお話しするのは実に久々です。以前は新酒を開封したら最初の一杯を必ずガイア様に飲んでもらっていましたが、数年前に屋敷をお離れになって、その役目はこのコナーに変わってしまいました。俺は今じゃ一緒にブドウを摘んでないし、助行やブドウ踏みも手伝ってもいない。最初の一杯はお前にこそふさわしいさ。そう気にするな。ああ、ブドウ踏みは発酵中の酒をよりよく色づかせ、香りを強くさせるためのものだ。もし作り方に興味があるなら、果実酒醸造マニュアルを読んでみてくれ。俺の一押しだ。ああ、そうだ旅人、
ぶどう摘みの時期になったら来てみるといい。酒造りは本当に面白いからね。コナーの話は興味深いかもしれないが、半日もぶどうを摘んでたら腰が重くなるぜ。きっと辛い思いをすることになる。ガイア様の言う通り、ぶどう摘みが体力仕事なのは確かだよ。でもぶどうがぶどうジュースになり、さらにワインになっていく過程に参加できるのは特別な体験だ。ワイナリーの誰もが経験してる。ほう、ということはディルックは今もお前らと一緒に醸造の仕事をしているのか？いえいえ、ディルック様はされませんよ。昼も夜もあの方はお忙しいですから。ふんふん、そのディルック様はどうしてそんなに忙しいんだ？いえ、そのあれです、そう、商売上の付き合いですよ。ガイア様はご存じないかもしれませんが、ディルック様はワイナリーの経営にいつも尽力されていて。コーナー、お前は嘘をつくのが得意じゃないんだから、そう無理するな。そういえばガイア様はいつからお酒が好きになったんです？小さい頃はあまり興味をお持ちじゃなかったと思いますが。小さい頃は大人に子供は酒に手を出すなって言われてたからな。それで酒を避けてただけさ。コナーは昔ディルックが酒を盗んで怒られたのを忘れたのか？ああ、そういえばアデリンがお二人のことをかばったことがありましたね。俺はワイナリーで育った。トゥナーさんがブドウを植えるのを見て熟すのを待ち、それを一緒に収穫してワインができるまでまた待つ。蒸留酒を作るところは手伝えなかったが、ワイナリーのみんなが仕事する姿を見るのは楽しかった。こんな状況に置かれたら誰だって好きにならずにはいられないだろう。だからこの一杯は美酒そのものに乾杯させてくれ。今日こうしてワイナリーがもてなしてくれたことに感謝を。ああ、ワイナリーに乾杯。そういえばコナー、お前にもお土産があってな。ほら、スメールで手に入れた手記だ。スメールのお土産ですか？これはまたなんとお礼を言ったらいいか。ありがとうございます、ガイア様。はあ、時が経つのは早いですね。まだガイア様が子供だった頃、みんなで誕生日プレゼントを贈ったのを今でもまだ鮮明に覚えています。それがあっという間に俺の顔にはシワが寄り、トゥナーの腰は曲がって、ガイア様は騎士団の騎兵隊長になられた。そういえばトゥナーさんは元気にしてるのか？ええ、まだ元気ですよ。ただ年を取ったせいか、昔ほど仕事をテキパキとこなせなくはなっていますが、それにあの人は一人でいろんな仕事ができるので、新しく雇った労働者に対して不満を表す一方で、前に何人か臨時労働者を雇ったんですが、トゥナーのこだわりについていけずにみんな辞めてしまいました。ガイア様、もしトゥナーに会いに行く時間があったら、このことについて話してくれませんか？今じゃオーナーを除いて耳を傾けるのはガイア様の言葉くらいですから。確かにトゥナーさんには久しく会っていないな。ブドウの摘み方を教えてくれた日々が懐かしい。旅人、トゥナーさんに会いに行かないか？もらった。酒を作るのは面白いぞ。勉強してみないか？
よ、トゥナーさん、何やってるんだ？おお、ガイア様、戻っていたんですね。何って、日課のブドウ畑の世話をしているだけですよ。今年はブドウがよく育ってます。ほぼ完熟にまで育ったブドウ棚がいくつもあって、収穫はここ数日で行うことになりそうです。しばらく摘む作業に追われるでしょう。そこに座っててください。ブドウを摘んできます。何房か持ってくるので、ぜひ食べてみてください。いや、さっきまでコナーと一緒にいてな、お腹にワインがたっぷり溜まってるんだ。もう入りそうにない。じゃあ彼女もいらないのか。ああ、そういえば紹介が遅れたな。こいつは騎士団の栄誉騎士だ。栄誉騎士？おお、知っていますとも。騎士団には有能な人材が多い。君たちは実に立派ですな。ブドウ摘みは大変だろ。俺も手伝うぜ。覚えてるか？俺がまだ子供だった頃、ワイナリーの人手が足りない時に俺も手伝ったの。覚えていますよ。ではガイア様にお願いさせてもらいましょう。体力仕事だっていうのに率先して手伝ってくれるとは。助っ人が増えて嬉しいよ。それじゃあお嬢ちゃん、ついてきてくれ。どの棚のブドウが熟してるか教えるから、それを摘んでくれるか。助っ人が増えるのはありがたい。さあブドウを摘みに行くとしよう。うん、おお、お嬢ちゃんは手先が器用だな。ガイア様は小さい頃君ほど器用じゃなかった。初めてブドウを摘みに行った時なんか、ブドウをたくさんダメにしてしまって、実にもったいなかった。だがあの方は頭がいい。何でもすぐに覚えられた。だから俺の教えられることもすぐになくなったよ。今じゃあんなに立派な若者に育った。礼儀正しく、その心も優しい。もしガイア様みたいな優秀な子を持てたら、夢の中で声を出して笑っていただろうな。ワイナリーのルールでは、ブドウを傷つけずに一番多く収穫した人が、新酒を開封した後の最初の一杯を飲めるんだ。
この先にブドウ棚がまだいくつかある。まとめて摘むといい。気をつけてくれ。ブドウの茎をひねるときに傷つけないようにな。このブドウはなかなかいい。覚えが早いじゃないか。ブドウは俺が受け取ろう。ご苦労だったな。ガイア様はワイナリーを離れモンド城に移り住んだ。俺の息子のゲイルが家を出て騎士団で暮らすのと同じようにな。アデリンさんやリルックの旦那様ほどガイア様のことは存じちゃいないが、それでもいくつになっても子供には家が必要だってことは知ってる。近くに家族がいないならせめて親しい友達が必要だ。俺はワイナリーで何十年も働いてきて、この目でガイア様の成長を見守ってきた。あの方はたまに何か悩みを抱えているように感じることがある。だがガイア様は皆を巻き込みたくないからか、その秘密を一切打ち明けずに口を閉ざしている。俺たちの力じゃ助けてやれないのも事実ではあるが、君とガイア様の仲がいいのは見ていてわかったよ。どうかあの方のことを見ていてくれないか。そうだな。俺はあの頃のまままだガイア様を子供扱いしてるのかもしれない。ああ、ガイア様に仲のいい友達ができて、ワイナリーの人たちはみんな喜んでるよ。お、トゥナーさん、なんだか楽しそうだな。もしかして旅人が面白い冗談でも言ったのか？いえ、冗談を言ったわけじゃありませんよ。ただ、息子のゲイルから手紙が届きまして、うまくやっているようで嬉しいのです。ガイア様、それと栄誉騎士、俺は年のせいで目が悪い。お二人に手紙の内容を読んでもらえないだろうか。ああ、もちろん。ではお願いします。見ろ、モンドの風車だ。この景色を見るとやはり心が落ち着くもんだな。これで約束のお土産をお前に渡せる。ほら、この箱に入ったランプだ。ランプを売っていた商人によると、不思議なジンニーはこういった器を選んで住処にするらしい。今手に持っているこのランプも、かつて強い力を持ったやつが住んでいたとか。まあ、品を売ろうと商人はよく大げさに語るもんだ。だがそれを抜きにしても美しいランプであることには違いない。お前は珍しいものが好きだろう。だからコレクションにちょうどいいと思ってな。もちろんただの水差しとして中に飲み物を入れるのもいいと思うぜ。どういたしまして。気に入ってくれてよかった。それじゃあ城内に入ろうぜ。
この後の時間は俺たちで自由に過ごそう。お土産をまずみんなに配るか。いや、一人ずつ渡すのはかなり手間がかかるな。それとも先に休むか。ただ一人で部屋にこもっているのもそれはそれで退屈だ。お前は何かいいアイデアはないか？お前のような心優しい友人を持てて俺は誇らしいぜ。なら大聖堂広場で一休みしよう。銀遊詩人が弾くライアーの音に耳を傾け、鳩に餌をやりながら過ごすとするか。長いことスメールにいたからか、大聖堂あたりのあの穏やかな雰囲気が少しばかり恋しいぜ。まあ急ぐ必要はない。ゆっくり歩いていこう。オルモス港のあたりは夜でも賑やかでな。あそこの奴らは思っている以上に休むのが遅いらしい。だがモンドは違う。昼は大聖堂広場で誰かしら祈りを捧げたりライアーを弾いたりしているが、夜になるとパトロール中の騎士を除いてほとんど人の姿が見当たらなくなる。ほう、いい質問だ。スメールでの暮らしは確かに面白いと思うぜ。以前日が暮れた後に街中に座って酒を飲んでいたことがあるんだが、そしたら通りすがりの傭兵にダンスに誘われたことがあってな。後で知ったんだが、そういったことはめったにないらしい。あいつらかなり上機嫌だったようだ。酒の席で歌う曲もいくつか教えてもらった。これがなかなかユニークでな。だがそれでもモンドの自由で素朴な暮らしの方が俺には合ってる。俺みたいな正直者はそういった生き方のが向いているのさ。さ、どうだろうな。それはさておき、お前は大聖堂で合唱を聞いたことはあるか？銀遊詩人が演奏する詩じゃなくて大聖堂の聖歌隊が歌うやつだ。なら今日はそれを案内してやろう。ちょうどそこにシスターグレイスがいる。直近で合唱イベントがないか聞いてみるとしよう。ごきげんよう、シスターグレイス。ちょっと聞きたいんだが、近々大聖堂で公演の予定はないか？それが申し訳ないけど、以前から予定していた賛美歌コンサートは延期になってしまったの。なんだ？何かトラブルでもあったのか？それが、ガイア隊長ならご存知かもしれないけど、私たちは教会の聖歌隊以外にもアマチュアの聖歌隊を作ろうとしていてね。ああ、確かに聞いたことがあるな。今後教会の合唱イベントはいくつかの聖歌隊で交代しながら公演するとか。ええ、それで歌の得意な信者にたくさん声をかけて入ってもらったの。基本的な音楽の素養と敬虔な心さえあれば問題ないつもりでいたんだけど、ひとたびグループリハーサルが始まるとそれぞれの喉が好き勝手に声を出し始めて、どうにもうまく合わないのよ。私の声楽の教養にも限界があるし、うまく指導してあげられていないのも原因の一端ではあるんでしょうけど、ガイア隊長は合唱を聞くのがお好きなのよね。声楽については詳しいかしら？俺が？俺は音楽に関しちゃ全くのド素人でな。ただもしシスターが助けを必要としてるなら、その道のプロを紹介してやれるぜ。本当に？
ガイア隊長、感謝するわ。プロの方ならきっとこの状況をどうにかしてくれるはずよね。さっき言ったプロのことはお前も知ってるはずだぜ。モンドじゃそいつは死に精通する人の中で一番歌が上手で、歌い手の中で最も死に詳しい。しかもとても見つけやすいと来た。酒場に行けば十中八九会える。二人とも本当にありがとう。プロの方ならきっとこの状況をどうにかしてくれるはずよね。よ、一人で飲んでるのか？相席させてもらうぜ。やあ、二人ともお揃いでどうしたの？さ、座って座って。僕たちの中でしょ？パットン、ムーンリットアレイとアップルサイダーを一杯ずつ頼む。ひひ、なかなかセンスのあるチョイスだね。さ、乾杯しよう。友人と共に杯を交わす時間は美酒そのものよりも味わい深いものだ。さすがはロマンチックな吟遊詩人だ。お前の言葉にはいつも詩情が込められているな、ウェンティ先生。ただここ最近は先生の新曲もないようだし、大聖堂の公演まで延期になってる。それでみんなの楽しみが一気に減っているようだ。おっと、シスターグレイスが主催する聖歌隊の公演なんだが、先生も知っているよな。もちろん。ちょっと真面目すぎるところもあるけど、みんな素敵な歌声だし、僕は気に入ってるよ。ほう、なんだ、お前も神を称える音楽が好きだったのか。そうだね。たとえどんな形でも歌い手の声から情熱と喜びを感じられれば、それは素晴らしいパフォーマンスだと思うよ。情熱と喜びか、面白い着眼点だ。その理論でいけばバルバトス様もきっと聖歌隊の公演を気に入ってくれるだろうな。へえ、どうしてそう思うの？そりゃあバルバトス様が心を尽くしてモンドを導き、そして守ってくれたからこそ、今のモンドの民はこうして大聖堂で美しい詩を歌えるわけだろう。人々の幸せに満ちた心の声を聞ければ、バルバトス様もきっと満足してくれると思わないか？うん、夢のある考え方だね。でもバルバトス本人はそこまで考えてないかもしれないよ。大聖堂の合唱は名目上は神に捧げるものだけど、実際それを耳にするのはこの世界を生きる人々だ。みんなが楽しんで聞いてくれればそれでいいんじゃないかな。ああ、シスターグレイスもそのことを理解すれば悩んだりしないだろうな。あ、彼女何か困ってるの？なるほど、確かに彼女は求めるレベルが少し高すぎるのかもしれないね。音楽のセンスを持つ人たちが自由に声を出して歌えば、それだけで耳に心地のいい曲は出来上がるのに。最初に風神に歌を捧げた人たちだって音程は合ってなかったからね。それに自由の神だってきっとモンド人が自由に心の真実を歌ってくれるのを聞きたいはずだよ。まあ悩んでいるのはシスターグレイスであって、俺は別に気にしちゃいないが、
ただもし歯科と音楽に詳しい親切な人が彼女を助けてくれたら。パットン、酒のおかわりかい？そのあいにく今日は持ち合わせがなくて一本しか頼めないんだ。僕は遠慮しとくよ。ウェンティ先生にリンゴ酒を一本追加で、俺のおごりでな。え、いいの？ありがとうガイア君。君は愛の詩の授業を受けた生徒の中で最も優秀な卒業生だよ。君のその情熱と優しさを称えよう。君のお酒はこの小さな詩人の悩みを吹き飛ばしてくれる。なら詩人はこの親切を他の誰かに引き継いでいかないとね。これはどうやら俺が買った酒の中で一番価値のあるものになったみたいだな。お前の助けがあればシスターグレイスの悩みもすぐに解決できるはずだ。彼女は風神様に対してあまりに敬虔で、だからこそ些細なことにも悩んじまうんだろう。安心して、飲み終わったら早速彼女のところに行ってみるから。もうちょっと待っててね。後で君たちが彼女のところに行ったら、善良なシスターの憂いた顔もきっと晴れやかになってると思うよ。ガイアってほんと食えないやつだよね。でもおごってもらったお酒は本当に美味しかったよ。セピロス教会の合唱へのこだわりはよく知らないけど、でも大丈夫。本当に音楽が好きな人なら僕の力は必ず役に立つはずだから。僕が幸せになれてシスターも幸せになる。その上聴衆まで幸せになれたらいいこと尽くしでしょ。ガイアってほんと食えないやつだよね。でもセピロス教会の合唱へのこだわりはよく知らないけど、でも大丈夫。本当に音楽が好きな人なら僕の力は必ず役に立つはずだから。僕、シスターグレイス、リハーサルの調子はどうだ？ガイア隊長、そのあなたが紹介してくれた詩人の友人だけど、ちょっとアドバイスが奇抜すぎて。奇抜だけど全く採用する価値がないわけでもないでしょ。信者たちは歌が好きではあるけど、歌い慣れてるのはどれも自分たちの好きな音楽だ。つまり練習を積んできた教会の聖歌隊のように息の合った合唱を披露するのはもともと無理なことなんだよ。だったら古い教会の歌に無理に慣れてもらうより、みんなが手っ取り早く習得できる新曲を作った方がいいと思ってね。もし助けが必要なら僕も手伝うつもりだよ。ほう、教会の聖歌隊が歌う曲はいつも決まったものだったから、この発想はなかなか斬新だな。シスターグレイス、少し考えてみてもいいんじゃないか？結成したばかりの新しい聖歌隊にプロ同然の歌を期待してはいないけど、こういった形で公演するのは
さすがに少し適当すぎるんじゃないかしら。別にセピロス教会はそこまで厳しいところじゃないはずだぜ。信者たちが自由に表現するのもいいことだと思うが。ってことで、ウェンティ先生は風の神が新しい旋律を気に入ってくれると思うか？もちろん。これは新しいモンドが築かれた当初の全ての人たちが願っていたことだからね。それじゃあもう一人の友人の意見も聞いてみるとしよう。旅人、お前はどう思う？ああ、お前も賛同してくれるならますます期待が膨れてくるな。まあ、全く不可能というわけではないけれど、これが私と若者の間にある考え方の差なのかしら。よし、これで全員納得はしたようだな。それじゃあ早速始めるとしよう。シスターグレイス、聖歌隊のみんなに伝えてもらえるか？ええ、みんなに言ってみるわ。その案で最後にもう一度試してみましょう。そうだ、歌詞を書く人をもう何人か探さない？みんなで作る歌なんだから、アイディアは多ければ多いほどいいでしょ。ああ、確かにその通りだな。手分けして人を探そうぜ、旅人。そうだな、一緒に曲を作るからにはせめて音楽のわかるやつが一人はいないとな。ああ、ちょうどいいやつがいる。バーバラに助っ人をお願いするのはどうだ？シスターグレイス、構わないか？ええ、バルバトス様に捧げる新しい曲のアイディアだといえばバーバラさんも興味を持ってくれるでしょうね。よし、それじゃあ大聖堂でバーバラを誘うのは旅人に任せるとしよう。俺はもう一人面白い友人を連れてくる。うん、これだ。この旋律を使えばきっと表現がもっと広がるはず。風の導くままに。あなたが大聖堂に来るなんて、なんだか久しぶりだね。そんなこと気にしないで。ほら、行ってみて。なるほど。うん、わかった。聖歌は古い口伝いの曲ばかりで、新しい聖歌を作ろうと思う人ってそういないんだ。でも私たちが心を込めて真摯な気持ちで向かい合い、そして胸を打つような聖歌を作れれば、それが語り継がれていずれ未来の信者たちに祝福をもたらすことができるかもしれない。まさかあの詩人がこんなに素敵なことを思いつくなんてね。ぜひ私も参加させてちょうだい。もちろん、早速行こっか。よう、戻ってきたか。ちょっと遅いんだけど。ふん、ガイアって七星召喚をやるときによくあることないこと言って相手の動揺を誘う人で、かなり悪知恵が働くの。だからまずは確認させてちょうだい。何でも菓子に入れていいって本当？例えばモンドの酒造業の悪口を書いたり、あとそれを聖歌隊に歌ってもらえて
通行人や観光客たちに届けてくれるって本当？その点については俺が保証しよう。あいつはこんなこと気にはしないさ。それじゃあ私は歌詞にこう書くにゃ。酔っ払いさんはみんなバルバトス様に厳しく罰せられるって。ピッチ、なかなかユニークな歌詞だね。どうやら私は一人で仕事をしながら適当に歌を口ずさむのが性に合ってるみたいでね。だからシスターグレイスにタイミングがずれてるから合わせるようにと言われた時、聖歌隊をやめるつもりでいたんだ。でもそれがまさか本当に適当に歌ってもいいだなんて、これなら私も安心だ。それにバーバラさんと一緒に作曲できるなんてすごく光栄だよ。みんなありがとう。それじゃあまずこの歌のテーマを考えよっか。ええ、伝統にのっとるならテーマは慈愛と恩情に満ちたバルバトス様を称えるになるはずね。ウェンティ先生はおそらくそのテーマはもう語り尽くされていて目新しさがない、バルバトス様は気に入ってくれないと思っているだろ。さすがガイア、僕の考えをすぐに感じ取ってくれるなんて。みんなには身の回りの小さな幸せから考えてみることをおすすめするよ。じゃあ昨夜ママが作ってくれた魚の頭のスープを褒めるとかでもいいの？うん、もちろん。一家団らんの日々を歌で称えるのもいいと思うよ。じゃあ自由に歌わせてくれるモンドのことを称えよう。ほら、アイデアがどんどん湧いてきたでしょ。まずはそれをメモして、それからガイアに。あれ、ガイアは？どう歌おうか。風を吹かせし者の故郷、これはどうだろう。さすがに歌の中にバルバトス様のことは入れるべきよね。何か思いついたらまずはそれをメモして後で一緒に話し合おう。私は家族で過ごす幸せを歌で表現したいな。魚の頭のスープとリーウェの焼き魚、どっちを書いたらいいかにゃ。どうしたんだ？みんなとの話し合いに参加しないのか？もともとはお前を公演に誘うつもりだったんだが、それがまさか聖歌隊のリハーサルが難航しているなんてな。今はそのリハーサルも軌道に乗ったし、もう俺がいなくても大丈夫だろ？それにもしあの場に残り続けてたら一緒に歌わされることになりそうだ。さすがにそれは勘弁してくれ。俺の詩を作る能力なんてたかが知れてるんだから。もし何もせず一日中広場で景色を眺めるのを休みっていうなら、確かにこれは当てはまらないだろうな。けどそれじゃあ退屈じゃないか。そこらをほっつき歩いて面白そうなことを見つけたら首を突っ込む。その方がよっぽど楽しいと俺は思うぜ。それにだ、シスターグレイスのために合唱リハーサルを手伝っていた間、俺が何も得られなかったとどうして断言できる？あれれ、授業をサボってる二人組みっけ。シスターの手伝いを頼んできたのは君たちの方でしょ。今は歌詞を集めてる段階なんだけど、どうしてガイア君は逃げようとしてるのかな。前にウェンティ先生に教えてもらったことはまだ覚えているぜ。風神が何よりも気にするのは民の捧げる歌がどれほど美しいかじゃない、
歌い手が心から歌えるかどうかだってな。あれだけ多くの信者が集まってバルバトス様のために詩を書いて歌ってる。問答をいつも見守ってくれている風神にみんなの気持ちはもう届いているはずだ。俺たちが神様に歌を捧げるのはこれでもう実現しただろ。それだけで俺は十分さ。なるほど。それがガイアがあの場から離れたい理由なんだね。鹿が続く中、まだ全てが終わらないうちに去るのがこの俺の美学でね。おっと、見抜かれちまったか。まったく口がうまいんだから、危うく信じるところだったよ。鹿が続く中、まだ全てが終わらないうちに共有できる友が一人減るのはこの僕の美学に反してるんだ。ガイアが詩を書きたくないのなら、代わりに僕が詩を一つプレゼントするよ。無情な川の流れ、それに沿って漂う私の航路を縛る縄はもうありはしない。流れに身を任せながら搬送し、冬の雪と秋の霜に染まりながらかけてゆく。波は雄大にその音を荒ぶらせ、私は海の詩の中で聴衆を求めることなく歌うのだ。瞳に宿る星は夢に浸り、青い地平線の上にこぼれ落ちる幾千の金の破片を見つめる。天球はただ果てなく広がっていた。君も自由を追い求める人なら風神は祝福してくれる。どうしてその思いを捨ててみんなと一緒に歌わないんだい？縄を失った船は夜に迷わず、それどころか夜明けに向けて出航するか。素晴らしい情景だな。ふふん、当たり前でしょ。信じるかどうかは君次第だけどね。でもモンドの風は迷い込んだ全ての船を港に誘ってくれるよ。やれやれ、こんなに惚れ惚れする詩をプレゼントされたんじゃ行かないのは失礼ってもんだな。さあ行こう。君たち二人は絶対に欠かせないんだから。